草場さんがこれあのコスティギアの論文を読んだことがないというので、まあ、あのこれどういう論文なのかというのが、まあ、あのざっと他の人は多分、ね、読んでる人があの記事を年配読んでる人は大変だと思うんですが、まずあのグレッグ・コスティギア自体はご存知ですか？名前は知ってる。キーボルダンの怪獣、あの SF ゲーム、あの80年代の SF ゲームの、非常に有名な人ですね。脂肪胃がんを食った怪獣とか、あと、なんだろうな、あとパックス・ブリタニカは SF ゲームではないな。バグ・アイド・モンスター。これ入ったバグ・アイド・モンスターとはバーバリアン・キングスやったことあります？バーバリアン・キングスって、ボードゲームボードゲームですよ。この辺全部ボードゲームです。いくつかありますよね、これ、ね。まあ、それもバーバリアン・キングはマルチゲームですね。80年って書いてある。シミュレーションじゃない？シミュレーションではない。です。まあ、いやシミュレーションの文脈 SF ゲームなので、うん、いやあのシミュレーションの文脈のゲームではありますけどね。でもあのシミュレーションそのものじゃないですね。面白い。僕はやってないんですよ、この辺のゲーム。持ってはいるんですけど、やる機会がなくて。あ、バグアイドモンスター持ってるかな。あの、付録ゲームでね、この日本の雑誌が、この辺のゲームの付録ゲームを出してたんですよ。入ってたんですよ、全部。そうそうそう。パクスブリタニカは入ってないけど。パクスブリタニカはってフルサイズのゲームですから、ね、で、うん、SF のゲームでもないし、これ。いわゆる、その、短めのっていうのかな。あの GDW の90分シリーズみたいな、そういうサイズなわけですよ。で、あと RPG のデザイナーとしても有名な人です。うん、その訳されてますよ。ある日どこかの。あ、そうですね。ある日のスタンダード。ってますよね。で、パラノイアが、まあ、一番有名ですね。ダン・ゲルバーとエリック・ゴールドバーグの協調です。これは、サードさんが訳した。これは私が訳したやつですね。はい、あの今、審判が、あのつい、今月ですね。今月審判が出たので、これを訳さなければいけないという話になってどうしようというのがあるんですけど。出すんですか？ 3 番。出しますよ。3番じゃないですか。あれ何番だ？審判出しますよ。で、審判がね、ちっちゃくなったので、150ページぐらいの一冊で出せるので。まあ、多分出します。高梨さんもやりますと言ってくれるし、言ってくれてるので、まあ、出ます。で、で、トゥーン。トゥーンのあれですね、高梨さんね、はい。はい、カートゥーンの、を舞台にした RPG ですよ。これ好きです。カートゥーンって、トムとジェリーみたいなのをやる。RPG です、はい。で、あとは、スターウォーズ RPG の初版、1987年。まあ、この3つですね、有名なのは。で、RPG としてですね。あと、まあ、バイオレンスとか、まあ、そういうのもあるんですけど、置いときましょう。あれ翻訳があるからな。うん、で、あとはゲームに関する論者としても知られています。一番有名なのはこの論文ですね。うん、今これからやるこの論文ですが、この分野でも端緒があります。アンサータンティーインゲームズっていう、MIT プレスのちっちゃい本、ここでも何度も扱ってるシリーズですね。MIT プレスのちっちゃい本っていうのは、はい。不確実性、ゲームにおける不確実性っていう、その辺は翻訳の言葉なので、あんま僕はいい本だとは思わないですがって感じですね。あ、なんかすごいモノポリが嫌いらしいです。モノポリの悪口が、ね、とにかく激しいですよ、この本。私もあんまり好きじゃないか。でも、実はこっちの論文でもモノポリ取り上げられるんですよ。こっちではモノポリの悪口は言ってないです。客観的な紹介しかしてない。で、話を元に戻して、まあ、そう、国籍はそういう人です。で、この論文がどういう論文かっていうと、元々の論文は1994年に、RPG 雑誌、ジェームズ・ウォリスっていう、ワンス・アポーナ・タイムの作者が、やってた雑誌があって、で、そこに掲載されたもので、でまあ、ゲームの定義をしようじゃないかと。何でしたっけ？インタラクティブフィクションだったかな。あれでしょ、全部持ってる、うん、中村さんからもらった、ジャンゴさん。ジャンゴさん持っててもか。てか、ジャンゴさんはね、ワリスの、評論家としての側面がすごい好きな人なんですよね。確か。で、それで、なんか、で、それで、まあ、信用はしてたんだけど、なんか RPG で、RPG だっては出版社として、何か不義理をかましたので、それでなんか複雑な印象を持ってるって確かジャンゴさんが言ってましたよね。で、あとそうですね、高橋さんからの補足で、テーブルトップアナログゲームデザインだったかな、っていう論集の、返事だったと思います、確か。正直なんだか知らんものばかり。うん、そうそうそう。あれなんでだろう。コスティギアンって80年代のゲーム雑誌で SF レビューとかもたくさんやってて。やってますね。うん、かなり。シニカルというのかな、厳しい。ゼラズニーとかの職業をやってて、ゼラズニーのこう魔性の子とかは堕落してるっていうような、そういう評価でしたね。
そうですね。あの SF がすごい好きな人で、パラノイアの文章の中にもなんかよく見るとなんかこの SF は好きとかこの SF はなんか良くないと思うとか、あの細かく書いてあったりします。ただ確かにスタニスラフレムが好きなんじゃなかったかな。だからゼラズニーとかって初期の尖った SF っていうのはこうニューウェーブの流れから出てきて、アメリカンニューウェーブっていうのかな、あの光の王とかね、あのインド神話をモチーフにしたのが全部未来人になってるっていう、光の王、こういうのは非常に評価高いんですけど、ゼラズニーはその後ファンタジーに傾斜してですね、あの一つのファンタジー作家として、まあ、定評が出るわけですけど、まあ、それは堕落したってことです10代からやってるんですか？そうなんですよ。あの、コスキラの主要な作品ってめちゃくちゃ若い時に作ってるんですよ。あの、代表作の一つでは、シボイガンを食った怪獣って、あの、20歳、19か20で作ってるんですよね。だってさ、あの、コスキアンって、スティーブ・ジャクソン・ゲームズとかじゃなくて、あそこで。あそこですか。SPI 出身で、で、SPI にいた時10代なんですよね、まだ。で、SPI が潰れて、その後すぐウエストエンドに行ったのかと思いきや、あどうもその、今回2002年版の論文の冒頭に出てくるんですよ。その後、あたりを受けてるんですよ。そうそう。あ、そのまま、なんか、ビデオゲーム屋に就職しようとして、当たりショックのあたりです。当たりショックの前。まだそうですね、82年、2年1か2だからそうですね。あ、そんなことやってたんだ、コスケ。でも、ただ年齢的にはぴったりなんですよね。高校出てから SPI 行ったんですか？ってことじゃないですか。すごいですよね。でも、こういう世代ってさ、あの、まあ、草間さん的には竹内博士みたいな人ですよ。竹内博士じゃない？竹内博士と大友商事の弟子で、50代からつぶやプロの倉庫で高校を中退して寝泊まりしながら、こう佐野真一と一緒に怪獣図鑑を、この経験者の新大久保のラブホテルに泊まりながら作ってたっていう、そういう。まあ、コスティキャンは、まあ、とりあえずそういう人です。で、この論文が、まあ、重要なのは、そのゲームの定義に関して、なされたかなり早い段階での議論だってことですね。それも、ゲームの定義自体はもちろん、その、例えば、サットン・スミスとかが、ここでも随分前にやりましたけども、なんだっけ、何ゲームズだっけちょっとタイトル忘れてた。アベドンとサットン・スミスの、が、まあ、最初期にここでやった本とか。ホリオクゲームズだっけなんか違う。なんか違う気がする。あの論文集ですね。だったり、あとは、会話とかホイジンガとかが、まあ、プレイについて、でもまあ、ホイジンガは事実上ゲームですよ。あれは、の定義とかやってるんですけれども、ゲームデザイナーが、ゲームデザインのために作った定義。なるほど。という文脈では、これに先行するのは、ここでもやった、クリス・クロフォード、という、バランス・オブ・パワーっていうシミュレーションゲームで有名な人ですけれども、その人がやった議論について2番目ぐらいなんですね。やりましたね、これ。やりましょう。今非常に早い時期 の議論で、なので、まあ非常によく参照されています。今でも、ゲーム研究のクラシック論文という扱いになっています。ということで、まあ、紹介、とりあえず94年版から紹介していきたいと思います。で、94年版って、1ページ目ですね。94年版ということで、ゲーム的、草間さんには、この馬場秀和さん、その他の方々が、ニフティのフォーラムにいた方が訳された、この94年版のフルの翻訳もお渡ししてますけれども、これを、この A4 で16ページあるのを全部読むと、それだけでもう、てっぺんを回ってしまうので。そんなにあったんですか、これ。ウェブで言うと、そんな感じしないんですけどね。意外と長いんですよ、この論文。16ページ ?A4 16。A4 16っていうと5000ワードくらい。こちら。あ、これが現物か。これが94年版の現物で、こっちも2002年版も16ページです。これって、ママ役でしょ、ママたち役。これママ役です。で、まあ、というわけで、これの原文を読んでると長いので、サレン&ジマーマンのルーズオブプレイにまとまった、まあ、ところを、ピックアップしていきます。いいね、銀座さんがいるじゃない、この人は、伏見健二さんのトップ。あ、そうなんです。協力者。で、定義いきます。ゲームとはアートの一種です。で、そこでは、プレイヤーと呼ばれる参加者が目標達成を目指して、ゲーム内の各種トークンを使って資源のやりくりをするために意思決定をすると。で、これが、まあ、定義ですね。ゲーム定義ですというふうに、コスティアンが書いている。
で、サイアンジナーマンはこれを要素にいくつか分解して、まず、芸術、というところをまあ注目して、ゲームは文化の意思と考えられている芸術だと。で、あと意思決定するプレイヤーというのがいるんだと。で、もう一つは資源のやりくり、というのがあって、あとかつ、ゲーム内トークンというのが出てきてて、で、あとはゲームには目標があると。こういうまあ5つの要素はこの定義の中にあるね、というふうにまとめています。でですね、この、1994年の、コスティキャン論文に関しては、高橋宗行さんという方がですね、非常に詳細な、まあ、詳細な分析をこれ自体でしてるわけじゃなくって、これを、そちらの94年版を翻訳した馬場秀和さんという方が、RPG に関する、なんだっけ、ゲームマスター講座だっけ、ゲームマスタリング講座だっけ、ちょっと、馬場秀和のマスターリング講座。という、その、まあ、TRPG に関する、エッセイというか、論文というか、みたいな、そういう、まあ、なんていうか、割とポレミカルな文章を書いてて、で、それで非常に有名なんですけど、その94年版の論文も。未だに普通に読めますよ、ね。で、それについての詳細な解説を高橋さんがですね、書いて、これ本当に詳細な文章で、注釈とかすごい。A4 で60ページぐらいあるんじゃなかったかな、確か。そう、高橋さんの修士論文みたいなもんだね。あ、博士論文みたいなもんだね。ある同人誌、に、まあ、載ってる。TRPG 研究所って。この本自体は、結構部数も出ていて、要するに、こう、マスターリング講座みたいなものっていうのは炎上しやすい。だから、活字でそれを展開してることによって、先鋭的な議論っていうのをしようと。なぜかって、マスターリング講座って俺のやり方っていうことをやるから、流派が違う人が、特に馬場秀和ってそういう見方をされてきた人なわけですよ。ちなみに今、なんか全然ツイッターにもまだいるんですけど、すごいおかしくなってて、読書ブログとかなんか UFO についてのなんか、UFO の同人誌の紹介とかなんかやってるんだけど。UFO って言っても会議派ですよ。あ、そうです、そうです。ミニ場ではないですね、全く。そういうタイプの人じゃないので。そう。この前、磯部剛さんから UFO の新チンチョコレーションだけど、とんでもない、とんでもない。何かあ、すいません。今ゲームやってないってゲームの少なくとも紹介はしてない。あ、そうん、やってないというか、まあ、やってるかどうかは知らないけど、ゲームについて書いてはいないです。だから、粘着があまりひどいので、まあ、しないわけもありますけど、で、というわけで論説文の前半部分について、高橋さんによる要約があります。ということで、ゲームはパズルともおもちゃともストーリーともまあだいぶ異なるもので、単にインタラクティブってだけでもなくって、参加者がいて、で、あと、要素がいくつかあって、目標、障害、ゲームトークン、資源、情報、意思決定、まあ、そりゃそうだろうってものから、あ、そうなんみたいなものまでいろいろあると思いますが、という要素が、コスティカの定義通りに構造化されていれば、そこにゲームたらしめるものが成立していると、いうような形でまとめられています。で、まあ、意思決定っていうのは何かっていうのが、この1994年論文の非常に重要なところで、なので、ここに関しては、詳細に書かれてるんですね。で、これも高橋さんの要約ですけれども、まあ、相互作用が単に満たされているだけじゃなくっていうか、もう意思決定っていうのは、コスティキャロームの中で、おおむね、意思決定はそのインタラクションをどういうインタラクションなのかみたいな文脈で書かれているというふうに解釈が多分できると、いうことで、その、ね、まず最初に、相互作用、インタラクションが単に満たされているだけではなくというふうに書かれていますね。で、ゲーム内においてプレイヤーが目的、目標、まあ、要は、おもちゃの上に被せられる、こういうその、参加者で定義された、まあ、なんかこうしたいみたいな、そういうその、集合、を、まあ、なんか持ってるよと。コスティキャの論文で、草野さんはやってるか、多分やってないんですが、知ってるか知らないか分かんない、シムシティっていうゲームがあって、ご存知ですか？名前は聞いたことない。これ、市長になって、なんか、おもちゃみたいな街をこうやって作っていくみたいなゲームなんですけど、まあ、これはその、おもちゃなんですね。要は、その、なんでかっていうと、勝利条件がないんです、このゲーム。ああ、そうね。で、それをもって、積み木みたいな、ね。そうです。作者であるウィル・ライトもこれを自分でおもちゃって言ってるし、コスティキャもこれはおもちゃですねっていうふうに言ってる。で、そこの上に、どういうその、まあ、それだけは単なるおもちゃなので、どういうふうなルールとか勝利条件を自分で定義してゲームにしますかみたいな、まあ、そういう話です。
ことですね。で、あと、あの、もっともらしい選択肢があって、で、その、行動を決めたりとか資源管理したりする、にあたって、どっちにしようかなというふうに、選ばなきゃいけないという、ところに直面するよと。で、かつそのもっともらしさっていうのが、どっちを選ぶのもそれなりに合理的言えるもんじゃなきゃいけなくって、っていうのが3つ目ですね。で、あと4つ目が、パズル、ゲームっていう二分法。こっち的にはここを結構大事にします。ゲームの定義において、パズルをゲームと同一する立場と、パズルとゲームを分ける立場っていうのがあって、こっち的にはか、はっきりと分ける立場だから、これの、さっき言った、ピクトガリーは、ポストキャン的にはゲームじゃないと。なるほど。パズルなのでゲームで。パズルだ。で、パズルとゲームを、分ける、コスキアにおいて分けるのが一番重要だどうかっていうと、ダイナミックかスタティックかっていう議論を、特にしている。いや、インタラクティビティっていうのは、そこで絡んでくるわけですね。コスキアはインタラクティビティってことはすごく嫌いな人なんですが、一方で、パズルとゲームとの、対比においては、インタラクティブのティビティの、有無を持って。意思決定ってインタラクティビティ想定しないと出てこない。そう、議論だから。インタラクティビティって言ってくれんなって話でしょ、つまり。そうそうそう。雑だって話。雑だって話ですね。で、ただパズルが本当にの意味です。そういうふうな、スタティックなものなのかっていうのは若干の議論は多分あると思うんですけどね。もちろんその。むしろ何デジタルゲームって動的なパズルという気もするけど、ね。っていう、論者ももちろんいます。だから、初期の、いわゆるルドロジーでは、このパズルとゲームの二分法っていうのは、非常に熱い論点になっていたはず。ジョークがパズルっていうのはこれにも出てきますよね。クロフォードが。そう、クロフォードですね。はい。あれ言ったらアドベンチャーゲームは全部パズルに。っていうことになるし、クロフォードは実際そう、ほぼそう言ってるわけですけども。だから、コスティキャン。納得しやすいんだよね。コスティキャンが言うような意思決定っていうのは、それで例えばエンディングが具体的に変化するようなインタラクションを向けてというものは意思決定になり得るってことです。だからもう一回同じ状況になった時違う方を選ぶことも合理的にあり得るってことはそういうことですね。つまりパズルみたいに解が一通りあったらそっち選ぶに決まってるわけだから選択肢になり得るってことはそういうことです。だからその議論は非常に、はい。まあ、そういう形で、コスティキャンにおいてはパズルじゃないよねっていうことがあって。あと、本質的に非線形的な部分が含まれていると。要は、小説とか、あと、音楽が、聞くものとしての音楽ってのはそうですし、小説とか演劇とかそうですけども、そういう意味での線形性じゃないものっていうのが、当然ゲームには含まれていると。ジョン・ケージの音楽はこれ出てくるの面白い。面白いですよね。で、ジョン・ケージの音楽が、これは記事4年前だけに出てくるんですけども、ジョン・ケージの音楽が演奏家に対して曲の主題しか提供しないで、即興での演奏が期待されているように、ゲームのデザイナーもまたテーマだけを用意して、プレイするのはプレイヤーであるが、能動的参加を要求すると。つまり、プレイシングス、おもちゃであるということを言ってるわけですね、これは。どうかな。それジャズでも同じだけど。ジャズでも同じです。インプロビゼーションっていうのを、どうするかっていう。で、詰まるところ、多種多様なゲームの媒体、ゲームトークンを介しながら参加者が目標、障害、資源、情報といった主要素を鍵概念、キー概念として踏まえつつ、ゲームの状況について実行し、直面した選択肢についてのできるだけを最善手を、させるよう試み、そのような行為であると。というふうな感じで高橋さんがまとめてくれております。これさっきも言ったとおり16ページあって、前半の8ページがこの議論に費やされてるので、なるほど。もっと長いんですけど、本当は。もっと長いし、コスティキャンっぽいなんていうか、良くないジョークとかもいっぱいあるんですが、そういう感じです。で、ここでいくつか特徴的なワードとして、資源とかゲームトークンとか、情報とかあるので、ゲームにおける、資源というのはゲームにおける参加者が目標を達成するために管理、活用すべきゲーム上の諸要素。ちょっとね、直接触れないものっていう感じですね。資源っていうと、ユーロゲームの資源っていうのは大体触れるものなんであれなんですけど、ここで言うのは資源、インターフェースじゃないものですね。インターフェースを介して資源にアクセスするみたいなもので。これ、本当にユーロゲーム以前。具体的な、あのイメージがわからない。そうでしょう、ね。勝利点とかは例えばそうなんですけどね。ただ、勝利点って、ユーロゲームだと触れるな勝利点って普通にあるので、ちょっと微妙なんですけど。勝利点だっていう考え方はわかるけど、そういうの資源っていうのか。
ここではそう言いますって感じです。だからヒットポイントとかそういうのもに、まあ、そうです。草野さんがやってるようなゲーム、まあ僕がやってるようなゲームもよつか、で、そこの抽象化したものを普通に直で触れるようにできてるので、大体。まあね。そうしないと触れない。これユーロゲームっていうのはそのリソース管理のプロセスっていうのをシステム的に可視化されたしたところにあるその特徴が。うんあるわけで、ユーロゲーム以前の発想で、うん、ヒストリカルマリスとか、うん、SF、むしろトークンがリソースじゃないみたいな考え方した方が分かりやすいです。なるほど。あのゲームの捉え方によっては、それこそそのパラメータそのものを資源として見ていいんですけど、例えばなんだろうな、例えば木材とか、そういうのを資源として見てもいいんですが、ただ、木材を資源として見る場合に、木材を表すコマはトークンなんですよ。なるほど。コマはもうトークンなのは間違いない。で、資源の定義はちょっと微妙です。なるほど。厳密な定義ではないと思う。そっちは厳密に定義しようと思ったらすぐにできるんですけど。もっと抽象的な感覚だね。そうですね。なんでこんな用語を当てたんでしょうね。不思議なんです。資源っていう、どうなんだろうね。多分ね、インターフェースをくくり出したかったからじゃないかと思うんですよね。コマ、ゲームトークンってもうこれはっきりインターフェースなんですよ。プレイヤーが直で触れるもの、うん、で、で、なんかプレイヤー、RPG っていう全てが抽象化された、現物がここに、うん、まあ、まあ、ミニチュアあるじゃんみたいな話はしておいてくださいね。ものにおいても、ただプレイヤーキャラクターはトークンとして扱われるんですよ。なるほど。うん、抽象的な概念においてさ、まあ、そういう区別があるんだみたいなのは、まあ。まあ、資源ってトークンの向こうにあるものみたいな。みたいな感じですね。だいたいそういうもんだと思っていいと思います。いや、まあ、そう、定義しましたって言えばそうかもしれないけど、ちょっとどうかな。ちょっとどうかなって感じはするんですよ。で、まあ、今見るとどうかなってことで。あと、これを使った有効な議論がね、そんなないんですよね、この論文。だから別に結局資源とトークンひとまとめにして扱ってるので、割と。まあ、要するに、それまで情緒的に語られてきた RPG っていうのを、ボードゲームの例を使って整理して分けしましたって因数分解してみましたっていうような論文なんですね。なるほど。まあ94年っていうその時期も、まあ、加味してみていただければと思います。あ、まあ、面白いじゃん。面白いじゃん。面白いですよ。で、まあ、なんか別にそれはそれとして使える議論にはなり得るとは思うんですよ。どっちかのボードゲームは。あ、いいですか。はい、はい、どうぞ。MMO だと、はい、RPG のパーティーで総力体として持ってるなんていうかな力とか、そういうものっていう感じで、このリソースっていう言葉使って、はい、今回のレイド負けたのは、第一ボスにリソースつぎ込みすぎたからだとかっていう言い方されるので、はいはいはい、なんていうのかな、使われてない概念ではない。それではない概念だし、そのリソースの使い方は一般ごとしてのリソースにもかなり近い使い方ですよね。うん、そうですね。まあ別に解釈できなくはないんですよ、うんうん。一般的な意味でのリソースとしても。わかる感じは。わかる感じはある。ただまあ、まあもうちょっとなんかねえかなみたいなのは正直あると思うんですけど。うんうん、だからそういう側に、なんていうか、ふわけして、次に何を目指すかっていうところがああ、そうそうそう。で、特に何を目指すかってほどの議論はないんですね。そうなんですね。ないんです。まあ、他の論文ではやってるかもしれないんですけど、この論文ではないです。うん、で、あと情報というのもあります。参加者がゲームにおいて意思決定するために、その時々の局面の判断の根拠となる。まあ、これは情報ですよ、普通に。うん、というようなことが、まあ、書かれてて、まあ、こういうものを組み上げて、意思決定に関する、まあ、ゲームの定義として、まあ、出されているわけですね。で、これが、こういうものが、まあ、なんていうか、芸術のアートフォームの一種であるというふうな主張をしたわけです。で、これに対して、サレアの島は、ルールズオブプレイの評価なんですが、クロフォードと同様に、コスティキャンは、まあ、ゲーム、デジタルゲームのデザインにもちろん、まあ、影響されています。だ、言ってもね、デジタルゲームよりももっとボードゲーム、RPG の議論に影響されてるんですけど、コスティキャンは。意思決定のゲームの遊びについて、その、インタラクションの質に重きを置いてます。ゲームの目標については他の定義で触れられてます。このサリアの島はいろんな定義を集めてきた本なので、そうですね。で、コスティキャンの整理の仕方は独特ですと。まあ、これはさっき言った通りゲームデザインで観点からの定義が、クロフォードと、彼しかやってないからなんですが、で、ゲームを定義するにしてもルールという要素について特定の性質から距離を置いているのは、この人、コスティキャンの定義だけです。ゲーム定義って大体ルールっていう概念が含まれるんですけど、コスティキャンのこの定義にはパッと見では少なくともルールって書いてないんですよ。で話をしてます。だからデザイナーって何をするかっていうと、その彼の言う資源を
トークに落とし込む作業だから、そうだから、まあルールっていうのはまあもちろんそうなんだけども、うん、みたいな、別にもっと細かくあのまあ書いてるわけです。ここでは、で、またゲームのシステム面での性質を詳しく述べていると、まあトークンで、資源でみたいな話をしてるわけですね。うん、であと、芸術ですという話をしてるのも骨折なんだけど、それは来るほどもしてないです。はい、で、サレアンドヒママンはあのこれについてなんかうんみたいな感じで、ちょっとあの俺らとは違うんでみたいな感じの話をしてるんです。サレアンドヒママンもゲームが文化であることを強調しています。あのルーズオブプレイのルーズオブプレイって4部構成の本なんですけども、最後の第4部は文化っていうあの、その章というかあまあパートなので、もうあでかなり文化っていう枠はでかいんですけども、コスティギアンが言うゲームと芸術の関係っていう話とは違うんだと。だってあのラップが出てた時でしたところ。ラップのまあその社会との関係みたいなのは確かに出てきますね。要はそのサレアンドヒママンにおける文化っていうのはその、まあ社会との、社会のなんか生活様式とか。その社会との関わりという意味でも文化であって、でコスティギアンの言う文化というのはあれですよ、あのブルーデューの言う文化資本の文化ですよ、うん、なので、まあ、なので、まあ、そこはやっぱりあの俺らの文化じゃないからねっていうのをあの、まあ、サレハンドヒママンこと言ってるわけですよ。で、ゲームを芸術に分類すると、ゲームと芸術をめぐる目下の論争、高級文化と大衆文化、ゲームの社会的、まあ、もろに文化資本の話ですね。などに、まあ、混乱を招くと。文化資本っていうのは本当にリソースが受け継がれていくって話だね。なるほどね。象徴資本とか文化資本っていうのは。まあ、というわけで、コスティキャンは、まあ、議論を喚起しているんだよというような形でまとめています。で、次は高橋さんによる記事の現場の評価です。サレアンドヒママンの、ルーズプレイでは、まあ、あの、いろんな著者のプロとして、まあ、どの人の定義にこの要素があってみたいなことを、サレアンドヒママンの2003年の、議論でやっています。同じことを、2005年のユールもやってますね。ああ、そうだね。はい。で、ユールはまあ、その、サレアンドヒママンの2年後に出てる本なので、もうちょっとなんていうかね、あの、議論が整理されてるんですね。ちなみに、ユールの定義にはコスティキャン、ユールが紹介している他の人の定義にはコスティキャンはいないです。クロフォードはいる。で、まあ、さっき言った通り、意思決定を含むっていうカテゴリーにおける定義論、カテゴリーでの定義論を展開しているのはクロフォードとコスティキャンの2人で、これはなんでかっていうと、この2人だけが、まあ、あのこの時点ではそうですね。ゲームデザインという、まあ、あの観点からの議論、あの議論だからってことです。で、サレアンドヒママンの整理は、そのコスティギアンの意思決定を中心とした議論が、まあ、たまたまその時、94年の時点で他の人は書いてなかったってだけじゃなくって、まあ、なんかやっぱり意味のある、こと、つまり、まあ、あの、他の、法医人が海洋は、あと、まあ、もちろん、サットン・スミス、みたいな人たちは、まあ、あの人類学的なところから、まあ、概ね来ているわけですよね。まあ、そういうようなアプローチから来ている人たちなので、まあ、そうじゃなくて、まあ、ゲームをデザインするという観点からの議論というのは、まあ、クロフォードが実質始めた人だし、でそれを割と継いでコスティキャンという、まあ、この2000年ぐらいの段階ではこの2人しかいなかった、というようなことで、まあまあ、1994年の当時から、まあ、展開してきたということの重要性があります。で、ジマーマンとサレンが、90年代の文脈を、このように総括しております。当時の、現世状況は特に、ゲームデザイン論に関する方法論は実質なかったんだと。あの、クロフォードは、80年代に、まあ、あの、ゲームの議論をやってたんですけれども、クロフォードは、90年代にはそういうそのジャーナルを出してたジャーナル、もう、取りやめてしまっていたんだそうです。で、クロフォードって、ゲームに関する議論はもう21世紀にはやってないはずなんですよね。インタラクティビティに関する議論はまだちょっとやってたかもしれないんですが、ゲームの議論って多分やってなかったんじゃないかなという感じです。で、まあそういう時期に、そのジェームス・ウォリス、さっき言った人が、まあホグシェットっていう RPG 会社を立ち上げて、RPG 批評雑誌を作って。これ今気づきましたけど、ホグズヘッドって、はい、ウォーハンマーの RPG の初版を、あ、そうですね。ウォーハンマー RPG の人は、WRP でしたっけ ?WFRP。WFRP だ。そうです、そうです。あ、そうです。あの、そこの会社です。あの、ゲームズワークショップが一時期辞めて、ミーちゃんに特化した時に、ホグズヘッド。まあ、ホグシェッドでもいいんだけど、そこから、ほぼ全く同じ形で出していたところ。あの、そうなんですよね。なので、まあ、あの、ちょっとまあ、そういう、
独立的になんか、まあ、いろんなことをやりたいというので、やってた。別会社を作ったの？別会社作ったんじゃなくて、ライセンスしてもらって、まあ、出したみたいな感じですね。だから、のれん分けして、あれですよ、だから、今、ホワイトアートの紙面って、昔のやつと今のやつ全く違いますからね。ミニチュア雑誌、途中からなるわけですよ。90年代の中から。完全に。あれですよ、アクアイアが今、ハズブロから出てないみたいなやつですよ。で、まあそこにコスティキャンが、まあ、入った、そのデシジョンメイキングって言葉を違う記者議論を投げたんだと。そうですね、悪のハズブロについてもある。悪のハズブロです。で、この、芸術、アートモアートっていう、最初の文字列は、そのコスティキャンがどういうポジションをゲームデザイン技術の中で、取ったかっていう、考察の上で非常に重要ですと。ゲーム美学っていうジャンルへ向けた試みが、まあいろいろ、その美学、いるんですが、いや、まあ、いるんですよと。で、その、ゲルスプレイでは、まあ、さっき言った通り、コスティキャンの、こういう挑発は、まあ、横に置いといてみたいな議論になってるわけですが、まあ、いろいろともうちょっとちゃんと考察をしていくべきなんじゃないのかというのが、まあ、高橋さんの、まあ、まとめじゃないんですけど、別に。まあ、高橋さんが、まあ、ここで書いてることです。で、松永さん、松永真嗣さん、ここにも、まあ、一回いらっしゃったことがありましたね。松永さんがビデオゲームの美学っていう本で、まあ、他にもね、議論やってるんですけども、そのビデオゲームはどういう芸術形式かっていう議論をやってて、で、その前提としてビデオゲームは芸術芸っていう媒体は芸術形式ですっていう議論をやってるんですね。アートです。アートですってことです。うん、アートフォーム。アートフォームです。ですってことですね。で、ビデオゲームはビデオゲームはです。うん、が、まあ、ゲーマーでもね、割と通じる議論なんですけど、うんうん、ここで、まあ、ビデオゲームはですね。で、どういうふうにな、松永さん、この種の議論を2回やってるんですが、この2019年の議論は、芸術の制度説に基づいた議論で、まあ、ビデオゲームは芸術形式です。なぜなら、芸術作品って言えるようなビデオゲーム作品があって、まあ、芸術作品をビデオゲームって媒体で作るぜっていう活動が、まあ、普通にやられているので、まあ、ではまあ、制度説でも基本的にはそういうもので、なので、まあ、ビデオゲームは芸術形式です。で、芸術作品っていうのは芸術文化の中で評価の対象になるものであって、で、かつ、その、芸術文化っていうのが何かっていうと、ビデオゲーム作品を芸術的な良し悪しの判断の対象にした文化があるということであり、で、芸術的な良し悪しの判断っていうのは、ここではまあ具体性はちょっとまあ置くとして、まあ、善悪とか有用性とか好き嫌いとは全部別のものだと、でなければならないと。だからこれは非常に理学的な発想っていうんですね。まあ、要するに、今の例えも分かりやすいんですが、例えば泉ってあるでしょ、住所に、あれは単なる便器にすぎないけど、美術館に持ってったらアートになる、こういうことですよ、うん、現代美術の基本的な考え方ですから、うん、要するにどこで議論、どの場に持つことによって議論が、最近もそういうあれの本があったね、なんだっけ、いっぱいあるんじゃないですか、近代美術の、近代芸術のなんとか、なんだっけ、意欲なんとかっていう人の、多分あの電車の中で買ったような気がする。バームガルテンの研究者の人が、近代美術に、逆にも、はい、面白い。だというような議論があって、で、松永さんはこのスタイルの議論じゃない、ビデオゲーム、芸術形式としてビデオゲームって議論もやってるんですけれども、まあ、非常に分かりやすい。分かりやすいですよね。分かりやすい。ノエル・キャロルとか。で、まあ、要はその、すごくざっくり言うと、豊かな批評の実践があるかどうかっていうのは非常にまあ、でかいファクターであると。で、でもって、コスティキャンの議論って実はここにかなり、同じようなことを前提にして、組まれた議論です。というのは、その2002年版の、副題、今30分くらいかな、9時半くらいには多分終わると思います。時間を見てるわけじゃないですか。これはスカイプがそのまま送られる。私は物に時計がこう、待ってるので。いや、22時半締めなんですよ。いや、まあ大体ね。大体。全然、何時間かかっても大丈夫。一本でもいいし。で、ですね、この2002年版の副題が、もうはっきり書いてありますよ。ゲームのための批評的語彙に向けてっていう言葉なんですよ。なるほど。だから、要は、彼は、芸術としてのゲームっていうことを主張したくて、で、そのために重要なのが、批評的語彙の、積み上げであるというのが、まあ、基本的な立場なんですよね。うん、で、この、
1994年版の日本語版のタイトルはすごいコスティキアのゲーム論だとか、あとなんだっけな、な言葉はなく、デザインだけがうんぬんっていう、なんかそんな感じのタイトルなんですけど、これね、そうじゃないと思うんですよね、このタイトル。原文のタイトルは、I have no words and I must design。という言葉なんですけども、いやそのまま直訳すると、言葉、私は言葉を持っていなくて、私はデザインをしなければいけない。で、これの解釈を、まあ、いろんな人がやってるんですけど、僕の解釈だと、言葉もねえのにデザインしなきゃいけねえんだけど、みたいな、そういうニュアンスだと思ってるんですよ。その役は、ババ役でしたっけ？これは私の役です。違います、さっきの。さっきのはね、それはババ役じゃないですか。それはババ役だと。ババ役見た記憶がある。ね、ババ役っていうのは？94年には、そっちに何か書いてあると思います。あ、これは。これ。言葉ではなくデザインのみがゲームを語ってくれる。これ、そうじゃないと思うんですよ。なるほど。それは全然違うと思う。これはだから、かなり、面化してやっていて。94年版がなんか、なんとなく実作者に向けていて、2002年版は、批評的な、フィールドを作ろうっていうふうになってるのは、そう、私もこれ読むと何回も何回もこれ読んだの思い出したな。やっぱなんかアジテーションに感じますね。そうですね。結局今はアジテーション側面が強いですね。なるほど。で、今、言葉がないのにデザインしなきゃ、言葉がないしデザインはしなきゃいけないしっていうのが、まあ、そのまま素直に、まあ、取った時の、まあ、翻訳で。その前の言葉っていうのは何？そう、そこなんですよ。で、言葉っていうのが何かっていうのが、まあ、その今言ったそれぞれの解釈なんですけれども、私のこういう文脈から見た解釈っていうのは、まあ、批評的な言葉がなく、なので良し悪しのゲームデザインが、そう、ゲームデザインの良し悪しっていうのは言葉がないから、まあ、できないわけですよ、批評もできないし、なのに、ゲームデザインはしなきゃいけない、なので言葉は作りましょうというのが、まあ、だ最終的に言葉を作りましょうというのはコスティキアの立場なので、そこから逆算するとそういう意味になるんじゃないかっていうのが、私のまあ解釈ですね。今これ見たら当時は気にならなかったけど、こっちの文の役が結構挑発的な役になってるなってますね。まあでもコスティキャンもね、いや、文からこんな感じなんじゃないの？ある程度こうです。いや、そう思ったんだけど、やっぱババの文体に似てるから。まあ、そういうのもありますよね。うん。でしょ。あ、というわけで、まあ、というのが、まあ、コスティキャンが芸術だって言ってて、で、そのために批評的な、その言葉が必要なんだって言ってるのは、まあ、これは94年版からそうです。今非常になんていうか、ホットな、っていうかね、今要するにアナログゲームミュージアムで、はいはいはい、アナログゲームは芸術かって話ですよね。はい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 。で、要するにアナログゲームは芸術であるというふうに言うと、文科省を説得しやすいと。なるほど。ただ私はアナログゲームは芸術かっていうとちょっとなぁと思うところがある。なるほど。美術館じゃないでしょって話。いや、だからその、ミュージアムなんだからアナログゲームが芸術であるためには、アナログゲームが作者のものじゃなきゃいけないんですよね。なんていうか、つまりその良し悪しを測る対象じゃなきゃいけないので、で、本当にそういうことを言っていいのかっていうのがちょっと疑問があるみたいな立場ってあるじゃないですか。まあだからその、で、コスティキャンはゲームデザイン、というかゲームデザイナーであって、ゲームデザイン論者なのでそれでいいわけですけれども、受容する側が本当にそれでいいのかっていうのはちょっと微妙な問題は確かにある。だからコスティキャンのゲームっていうのはすごく作家性が強いわけですよ。当時の RPG の D&D の。作家性が強くないとそういう。意義ができないですからね。だからそれはやっぱり、むしろこういうこと自体がすごくポレミカルだった、当時。今見ると分かんないですよ、こんなのね、当たり前のこと言ってるし。だから俺は伝統ゲームなんかね、囲碁や将棋は芸術かって言われると。そう、だから作者がいないんで意図が分からないから、まあ、ちょっと芸術とはやっぱ言い難いから。だから、ククとかはさ、芸術、ククって草場さんのデザインしたククは芸術だけど、芸術か。もともとなんか、配っただけで勝敗が決まる初期のククとかは、芸術とは言えない。まあ、その、制度論から言うと、その、なんていうか、そういうゲームデザインの良し悪しを評価する界隈があって、で、そこに向けて出されたものがゲームなので。さっきのあれにも出てくるんですけど、要するに、まあ、批評、なんとか批評空間みたいなね、はいはいはい、そういうものがないと、っていうのはよくある。よくある。で、ただ、その、一個問題になるのは、これも前にここで読んだ、ミゲル・シカルの赤い本、プレイマターズ。あれはだから、本当に作者ってそんなんかいみたいな、そういう議論があったじゃないですか。そうだったね。だからそういうところでの、その、なんていうか、微妙な問題っていうのは、まあ、あるわけですよね。特に、ね、デジタルがね、まだね、わかるよね、結構。はいはい。アナログになるとね、どうなるのかね。だからその、デジタルが、そういう議論、その
その作者寄りの議論にしやすいのはそのルールがまあ固定されてるからですよね。そうね。うん。そうそうそう。アナログの場合は本当に別に固定しないならしないでいいぐらいのところがあるし、ね、固定されてると見れるのはデジタルっていうのは固定されたルールの上にいかにこうビジュアルなものを突っ込むかみたいなことができると、その突っ込み方のなんていうか。作者性が出てくる、ね、全部まあそういう意味ではあの作為によって全部組み立てられることができるわけですけども、うん、ボードゲームの場合はただ線引いただけでもできちゃったりしたからそれをで作者性と言われてもなみたい みたいな。だからルールに作者性を認めるのかそうでないのかっていうところの議論になるし、あとまあ、ボードゲームはボードゲームで、だボードゲームはそれでもルールはあるわけですけども、うん、RPG はもっとなんていうか議論が複雑な議論になるわけですね。そこで RPG の作者は何を作ってるのかっていう、 そう問題があってだからそれはコースティキアンのテーマでもある、うん、コースティキアンのテーマでもある。でコースティキアンはこの94年版でもそうだし2002版でも多分そうだったんですけども、なので、ゲームっていうのは今までのアートフォームとは違うんだと。彼は言ってるのは、ゲームってアートフォームは今までにない、先制的ではない、民主主義的なアートフォームだってことを最終的にあるんです。すごい面白いだから。それ普通、民主主義とか出てこねえと。出てこねえだろ。ホッテはね、割とはっきり左の人なんですよ。もうかなり、こう、マルクス主義的な発想だよね。でも、非常に面白い、ね。うんうん、だから、こう、よくばっかのボードゲーム業界とは、ちょっと違うところだ。うんうん、確かにな。だから、これは流行るかな、みたいな。デジタルゲームの、いや、そこは流行ったんですよ。流行ったこの議論は流行ったんですよ。この議論は流行ったんですよ。ただ別に、あそこにそういう、なんていうか、いわゆる左翼性みたいなのを、首取ってちゃんと評価した人って多分あんまりいないとは思うんですけど、でもまあ、彼自体はそうですよ。彼の作風でも自然に出てるわけですよ。なるほどね。それは山田清志郎が左翼だとか言って批判する人はいないわけで。なるほどね。はい。そういう話で。違ったの？いや、意味ないじゃないですか、それは。まあね。うん、だから小林武史が左翼とか言っても意味がないわけです。加藤登紀子って左翼だったのって言う人が言うじゃないですか。そうそう。もう、わかんないですよ。まあ、まあ、そういう話であって、あとその、デジタルゲームの作者性っていうのは、議論、立て方っていうのは、関わってる人数が多すぎて、そなっていう別な問題が出てくる。集団制作ですからね。だから映画とかの。映画って近いですね、近いねそこでは、うん。例えば、マザーを糸井重里のゲームと言っていいのかという話であって、マザーっていう、そういう風に売り出されてますか。マザー、岡田さんマザーってご存知ですか、うん、ロールプレイングゲームで80年代の後半ぐらいのファミコンのロールプレイングゲームなんですけど、糸井重里が、シナリオとか、設定とかを、まあ、全部書いてるんですが、うん、もちろん、プログラミングをしたのは糸井重里ではなくて、まあ、別の人なんですよね、当然ながら。うん、でもね、ゲームのね、人たち。で、マザーの2には、スゴロク屋の店主さんも、ね、ちょっと関わってるんですよ、うん、あ、そうなんですね。そうですよ。マザーのガイドブックとか、一応読むと、スタッフの若いスタッフを集めてずっと合議みたいなのしたっていうから、半分ぐらいはそのスタッフのまあそれはまあ手を戻っといていいんじゃないかっていう、大体そうでしょ。まあでも映画も割とそういうところあるとは思うんですけどね。映画も結構作家性を強く打ち出してるゲーム、例えばドラクエとかは7以前っていうのは堀裕二が全部シナリオ一人で書いたんだ。あ、そうですね。ドラクエは、特殊なとこですよね、うん、割と。てか、エニックスが特殊と言ってもいいかもしれないんですけど、何でしょうか。だから、マザーに関しては、明らかに糸井重里は全部セリフ書いてないですね。うん、うん。うん。どれぐらいっていうと、糸井イズムみたいなものを共有してはいるけど。なるほど。じゃないとこう。まあ、ね、統一性取れない。最低、いや、糸井重里って今もう完全に体制寄りの人だから、そういう話になっちゃう。全共闘が体制に行くっていう完全に分かりやすい流れになってるわけです。で、はいはい。あとなんだっけ、ゲームが、アートであるかどうかっていう話っていうと、作者の死っていう概念の基本非表紙に入る。作者の死っていうのが、まあ、ヌーベルグリティ。死亡の死です。死亡。死去死亡。だから、それは民主主義的な文脈で、もともと作者っていなかったっていう話じゃなくて、一旦作者っていう概念を捨てて作品に向き合いましょうっていう流れが来るわけですよ。それって違うわけですよ、その。もともと作者がいなかったし、自制的なものっていうのと、テキスト見よう、ちゃんと見ようっていう話とは違う話で、そういう意味での作者の死っていうところも構わせないと、こう、ボードゲームに関しても、色にならないわけですよ。
なんだっけ、ボードでゲーム哲学、はい、んでゲーム哲学研究会でもちょっとそういう話があった、ね、はい、うんうん、あれでしょ、あのドクターさんのところでしょ、そうそう、作者の死っていう話ね、まあ、だからあそこは美学だから、あ、そうだね、そういう意味では美学では必ず、まあ、名前は違うけど出てくる基礎的な感覚、うん、作家性っていうのが出てくると、その作家性に糸井重里はどうのこうのっていうの引きずられちゃうんですよ、簡単に言うと、うん、それって作品のものみたいなかなりずれたりしてるから、うん、そういう時に一旦作者っていうのを括弧に入れて見なきゃいけない、うん、作者を殺してあげる、それは作者の死って、うん、いや、あ、今のユーロゲームはそもそも作者のなんていうか個性みたいなものをあんまりなんか気にしないような部分がある、またちょっと話がちょっとずれてるような感じもしますけど、あ、ちなみにあの、ポステキャンも、まあ、松永さんも、てか、まあ、そういうわけで、まあ、ボードゲーム、ゲームは芸術だみたいなことを言ってるわけですが、ポステキャンと松永さんの、まあ、その時期の違いから、あの、論調は結構違ってて、ポステキャンはもう芸術ですからねっていう、まあ、マニフェストみたいな感じで言ってるんですけど、まあね、うん、松永さんはまあまあ当然現実なんですけどぐらいの感じなんですよ、どっちかっていうと、だから時代の差でもあるし、まあ、ある意味こう、まあ、これは松永さんの悪口じゃないんだけど、必ずしも制度に守られてるかどうかって話になって、アカデミズムの中の制度で勝利と文字で語るのと、こうガイアの批評誌においてマニフェストで語るっていうのはもう違わってくるわけ、それは違うね、そういう話でもあると思う。なるほど。で、松永さんって、コースティキャンの。私からちょっと一つだけ補足する。どうぞどうぞ。松永さんは、ビデオゲームは芸術だっていうふうに厳密に定義はしてますけど、ビデオゲーム外のゲーム一般が芸術かってことは、言ってないですね。一切書いてないです。うん。だから、そこは結構重要です。それは要は、知らんことは話さんってことでしょ？それもありますけど、まあ、まずはその範囲で、まあ、自歩固めて、まあ、もしゲーム一般が芸術だって話ができるんだったら何ができるかって話をまた別途やるという感じで進めてましたね。この後2002年版の話に行くんで、その前に高橋さんのいくつかコメントを拾っていこうかなっていうところです、ね。ありがとうございます。はい。どの辺からかな。ここからか。高橋さん、もう2018年に、この2002年版について、読書会をやってるんですよね、高橋さんが確か。で、はい、そうですね、前になんかね、トゥゲッターとかではちょっと残ってますよね、確か議論が。2002年版の方やってる。2002年版の方です。の方をやってるんですよ。はい。そうです。この第二子論って僕が読んでるやつの方を、まあ、今回全訳されてる。どこでオンラインでやったの？オンラインでやったの当時は。結構クローズドなところでやりました。ああ、そういうこと。はい、僕がなんか勝手に立ち上げたメーリングリストみたいなところでやって。ああ、なるほどね。高橋さんのサークルやったやつよ、はい。そうですね。で、高橋さんの、別のコメント、プレフルシンキング、これはですね、アンサーティアンティーゲームズに関するコメントですね。コスティキャンが2015年に出した本の、話。プレイマターズはこのシリーズです。あと、しかめ面がどうしたこうしたっていう、イエスパーユールの本があるんですけど、それもこのシリーズですね。はい、そうですね。だからシリーズとしては重要なんですけど、アンサーティアンティーゲームズは、その2つほど翻訳される価値があるかというと、微妙なところ。微妙ですね。微妙だと思います。はい、で、次のはこれはいいか。で、で、ユールが、まあ、2005年のところで、三目並べのゲームの構造と、その三目並べに関して、うん、まあ、ユールは割とちゃんと分析してるんですけども、うん、割と、ホスキャはもうなんかパズルとかなんかおもちゃとか、まあ、すぐ切って、まあ、ゲームっぽいゲームみたいな方向に向かうために、まあ、こういう議論を積んでるわけですね。なので、あんまりだから、その、本当の意味でゲームとは何かみたいな議論じゃないんですよ、ホスキャの議論って。うん、結局、ただ面白いゲームをデザインして、芸術だって言えるようなゲームを作るためのものなんですよね、今。まあ、デザイナーだし、時期も早いしやね、そうですね。まあ、ですから、その遊びの現象学みたいな話とかとは相性がちょっと悪いけど、ソフィカルの話から、ちょっと分野が違う。分野が違う。定義論、全体を考えるモチベーションはあるのかっていう、疑われるみたいなことが結構よくあったんですよ。いや、それはそれとして RPG 考える上で、ちょっとコスティキャンの前提がないと逆に厳しいんですけど、みたいな。モチベが伝わらないみたいな感じ。なまあ、捨て話なんですよね。だから、その割と焦点が絞られた議論なんですね。
で、まあ、まあ、資源はいろいろあって、コステギアの書いてる例だと、まあ、補給ポイントとか、魔法の知識とか、美女の愛とか、まあ、なんか、まあ、食料と、食料、まあ、そうですね。あと、ダメージ、1秒あたりのダメージ量とか。それが何だったそういうのは全部資源と。あ、資源、ね。はい、英技能ですね。そうです、はい。この中に必ずしも、その、なんていうか、数値化されたりできないものが含まれるっていうのが、なるほどですね。そこで RPG も当てはまるようにその議論を拡張してるってところが第一議論の頃から1994年版の頃から結構ここはうまいことやったなって思うんです。ただ一方でその管理資源、リソース管理資源と情報っていうものの、その境目ってものをコステギア自身はしっかり議論してないので、うん、この辺を拡張しなければ RPG の議論に使えないってところがあって、馬場さんは結構そこら辺頑張って整理しようとしたっていうのが、まあ僕の議論ですね。うん、2015年版に僕は確かに情報とどうで線が引けるのかよくわかんないね。そうですね。だから量的な情報と質的な情報っていうような区分を、まあ、ある程度立てた上で、そこら辺をちゃんと考えていかないと RPG の議論にちょっとそのままヒットしないよねっていうような話までを僕進めてます。だから、先はなかなかうまくいかない。だから、ゲームの分離とかそういう話ではなくて、そのデザイナーがゲームをデザインしていくときの頭の中で、どういうことをしてるのかみたいなのに近い、ね、資源なんて感じだったね。そうですね。で、ちなみに高橋さんの、2015年、今、この紹介の文章ですね、の書いた動機として、その RPG の作家性の作家って言った時誰かっていうと、ゲームマスターっていう存在はもう別個にいるわけですよね。っていうその議論を、まあ、したくてというところが、まあ、あったと。まあ、あとシナリオデザイナーも今だ、作家にする。遅いよ。シナリオも。昔からしてくれよ。そうですね、シナリオデザイナーっていう。うん、はい、いるわけだからシナリオもだけど、メインのデザインしないとシナリオうまいって人は。ボードゲームと映画の真ん中ぐらいですよ、ね、なんか結構そういうところがまあありますね。で、ここまでが、はい、1994年版の議論で、で、2002年版でどうなったかっていうのが、まあ、今回の、取り上げようということで、まあ、2002年版について見てみましょう。で、2002年版の定義なんですが、かなり変わってます。じゃあ読みますね。内因的な意味のインタラクティブな構造であって、プレイヤーに目標への苦闘を要求するもの。全然違うから。で、内因的っていうのが、まあ、この中で言うとちょっとわかりづらいと思うので、これだけ先に補足しておくと、まあ、それ以外に意味があるみたいな、ゲームでよく出される議論のあれですね。なんかよそのそのお金とかのためにやってるんじゃなくてみたいなニュアンスです。それ自体の楽しさとか、それ自体のその意義のためにというようなニュアンスですね。まあ、その、まあ、ということで、なんかいろいろなくなってるわけですよ、この定義が。で、というわけで、比較してみましょう。コステギアの、定義は何が変わったか。まず、芸術って言葉がなくなりました。そうだね。はい。で、トークンとか資源っていう言葉も消えました。そうだね。で、代わりに構造って言葉が入ってます。で、ただし、これ、94年版にも構造って言葉は出てます。まあ、なんか分かりやすいところから消えただけで、普通に、トークンとか資源とかで構成される構造とは言ってるので、ストラクチャー。ストラクチャーですね。ただ、構造っていう言葉ただが大々的に使われるようになりました。で、もちろんこの内因的な意味ですね、これが追加されるようになっております。で、これは、まあまあ、ここには後で見てみますが、で、あと意思決定って言葉が消えました。あれだけ言ってたのに。全然話が違う。違うじゃないかっていうね。あれは何だったんだ。同じようなこと言ってます。で、代わりにインタラクティビティと苦闘、苦闘ではストラグルです。ストラグルです。はい。なので、努力とか奮闘とかって訳され方もしますね。個人的にはそのもがき苦しむみたいなニュアンスを出したかったので、苦闘ってことにしましたが、でもまあ努力でも全然、そうだとそういう感じですね。はい。で、というわけで一個一個見てみましょう。これ多分下に行くほど重要だという、観点で私は並べています。4番の方が1番より大事。つまり芸術が消えたのはそんな大事なことじゃなくて、意思決定が消えたのは大事なことだという話をしたいわけですね。で、芸術が消えました。で、で、まあ、文章全体から、そのビデオゲームじゃない、ゲームは芸術だみたいなテンションは若干落ちてます。なるほど。はい。ただまあ、なくもないんですよ、そういうテンション相変わらず。なるほど。はい。相変わらずその芸術形式としてのゲームがあって、
まあ、ビデオゲームとか、まあ、普通のゲームですね、とかがあって、そのための批評的実践が必要で、そのための批評的語彙っていう、そういうその、なんていうか、組み立て方は変わってないです。なので、まあ、そんな、芸術が消えたとかは重要ではないわけですが、まあ、それで、まあ、そもそもですね、1994年版でも、芸術っていう言葉は確かに定義論に出てたんですけども、じゃあ芸術って何ですかって話は、実は期待しなかったんですよ、と。で、他のことはしてるんですよ。つまり、1994年版の定義で、意思決定の云々ですって言ったときに、じゃあ意思決定って何ですかっていう議論はすごくしてるんですよ、お好きは確かに。まあ今見た通り。でも芸術って何ですかっていう定義は全くしてないので、ってことはまあ要は別に、これは、ぶち上げただけ。ぶち上げただけだと思う。でもあれでインパクトあるよね。インパクトありますよね。だまあ、本来定義に混ぜる必要があったことではそもそもないんだというのが、まあ、ね、なんじゃないのかなと思います。これは状況が変わってきたからでしょ。もちろん、もちろん。あと、ていうか、まあ、書いてる場所が違うんですよね、あと。1994年版はさっき言った批評や主にある RPG 雑誌の上で書いたもの、なんですけど、2002版のこの論文がどこで書かれたかっていうと、そのフランス・マウラさんっていう、学者さんですね。ゲーム学をこの後立ち上げる、ゲーム学会、リグラっていう学会がありますが、このすぐ後、これ2002版ですが、リグラって2003年だったと思いますけれども、に立ち上がる、その前身になった、ゲーム会議というか、そういうゲーム研究会議が2002年にあって、で、そのために多分マウラが書いてって頼んじゃないのかなと思われる。だから、あと、この、オブゼットの雑誌、こう、インタラクティブ、インタラクティブファンタジーから。インタラクティブ。フィクション、ファンタジーじゃなかったら、ちょっと覚えてないです。ファンタジーという雑誌自体が、まあ簡単に言うと90年代の半ばに出たっていうので、こう、まあ要は簡単に言うと反 D&D 的なものを、としての、こう、アートとしての。いやもうそれはもう明らかにもう全てにおいてそうで、ウォーハンマー出すのもそうだし、ワールドボナークスみたいなラープとか混じったのも出すのもそうだし、要はこう、ちょうどマジック・ザ・ギャザリングとか出始めて話題になる直前みたいな時期ですよね。ヒットする。そこで、こう、TSR の絶頂から凋落してきて、違うのができるんじゃないかっていうような、そういう時期において、定型としての、こう、お約束としてのデザインではないあり方っていうものを、こう、非常に強く、全体、雑誌全体がそういうね、雑誌の等なわけですよ。なので、こう、ある種のアート史的な雰囲気もあるというか、批評史的な雰囲気というのかな。だから、例えば、コスティキアンが書いてた、なんだっけ、いくつもの RPG 雑誌があるんだけど、これでもちょっと紹介しましたが、だから批評の一角なわけですよ。批評っていうのが。要は新作の中に新作辞表みたいなものがあって、それで、こう一部数行とか半ページとか、そういう形で、まあ論じるわけです。だからまあ実践してきてるんですよ。そういう、違う、実践してるんですけど、そういう形の本ではないんです。この、掲載媒体が。2002年版、1994年版の雑誌っていうのが、そもそもそういう新作紹介とサポート記事の中に書評が混じるみたいな本ではない。ではないってことね。ゲーム批評みたいなもんだ。そうそうそう。優しいですね。批評の方が前。ゲーム批評って小野さんがね。小野健二さんがです。小野健二さんがね。で、でも、芸術はそれでいいとして、他にも消えたものがいっぱいあります。トークン資源がなくなりました。で、代わりに構造が入ってます。で、まあ、さっき言った通り、構造って言葉自体は94年からすでにあります。で、芸術っていう言葉は、定義から消えただけで2002年にもバンバン出てくるんですが、トークン資源っていう言葉は本当にほぼ消えてます。トークンって言葉は2002年版で1箇所しか出てきません。で、それもトークンが何かって説明は一切ありません。で、1994年版で、ウィル・ライツさんが作ったシムワースっていうゲームがあって、これの激しいディスが繰り広げられてるんですけど、1994年版で。シムワースっていうゲームをご存知ないですよね。シムワースそんなダメでしたっけ、僕はやってないのかな。地球があって、地球のその46億年のその、変化を、自分は神様になって、ちょっとここのパラメーターをいじって、このパラメーターをいじるとどうなるかなみたいなのを、まあなんかその昆虫観察小屋みたいな感じで、まあ見てみようみたいな、そういう。シムアースとかシムアントとか結構面白かった記憶があるんですね、コンセプト。アントについてはまあ何も触れてないですけど。
で、コマースってどんくらい介入できるんですかね。まあ、ポストケースが言う分にはほとんど何の介入もできないんですけど、本当にパラメータ、気候のパラメータ1って程度しか。眺めるだけで。眺めるだけで。最終的に人類を生み出していいらしくて、だから、例えば、ケイ素生物ができるとか、そういう可能性はない。ないんですよね、多分ね。でスポアだ彼が後年に作ったスポアとかになるともっとなんかいろんなことがなんか起きるようになるんですけど、ね、でもまあスポアはスポアで失敗作と言われてますけどでなんだっけ、まあ、でちょっとあれだねやりすぎというかやりすぎというか、ねうんまあ、ちょっとなんていうか前席すぎるみたいな。で、ですね、94年版ではこのシムアースというゲームへのディスは、トークンがないからだっていう言い方をされてあなんかそのなんかパラメータをいじるだけでなんかこう、血湧き肉踊るなんていうか感情に逃げるできる要素がないじゃないかみたいな言い方だった。でも我々はパラメータを操作するゲームばっかりやってるわけですでまあ感情にもクソもないところで楽しいゲームをやってるわけなので、正直まあ94年版のギルには全然共感できないところがあるんですけど、で、今回そのシマースへのディスは相変わらずあります。相変わらずあるんですが、そのトークンがないからだみたいな言い方は全くなされなくなっています。で、リソースってことは、まあ、何箇所も出てきますが、まあ、重要なものって感じの出方ではないです。で、代わりに出てくるのは、まあ、強調されているのはストラグル、ストラクチャーって言葉で、で、これはゲームスタディーズ的な言葉で言うと、メカニクスですね。それも複数形のメカニクス、です。メカニックをいっぱい織り上げて、まあ、作るものっていう意味でメカニクスですね。で、あともちろん、あともう一個、システム、システムっていうのは、その、メカニクスがいろいろあってできている全体のことですけれども、この二つを両方とも指している言葉です。このコスキャンの、スラクチャーツなんです。で、でもって、まあなんかこの、まあトークン資源の代わりにこういうものが入ってます。で、私の解釈だと、トークン資源の代わりとして入ってきてるのは、ストラクチャーだけじゃなくて、インタラクティビティも同様に、トークン資源の代わりをなす言葉として入ってるものと思います。あとです。あと、この点については後で。で、サレアンド・ジマーマンだと、まあそもそもサレアンド・ジマーマンのまとめだと、資源、トークンっていう、そのコスキャンの言葉は、クロフォードが言うところのシステム と、同一システムを語られているので、まあ、最初からまあ読む側にとってはそうだったわけですよ。そうね。まあ、実際そのトークンと資源に関する、まあ、さっき言ったような有益な議論ってあんまやってないので。なるほどね。まあだからここは整理しましたってことでいいんじゃないですかっていう。で、ただ、その、なんでここで整理したのかっていうことについての、まあ、解釈っていう話は、まあちょっと知っておきたいと。なんでかっていうと、その、1994年版でなんでトークンとか資源とか言ったかっていうと、そういうものがあることによって、細かい議論はしやすくなるんですよ、間違いなく。その、個々のゲーム作品を見ていくときに。彼がもうやりたかったのは、少なくとも、まあ、批評なわけですよ、さっきからずっと言ってると。で、批評やるときに、このトークンの扱いがさ、とかっていう言い方って、まあ、ちょっと具体性があるじゃないですか。ここのストラクチャーがさ、っていうよりは。っていう話が多分あると思うんですよね。だから、そのゲーム批評のために使いやすい言葉を整理したいっていうところがおそらくあって。で、それがその2002年版だと、まあ、媒体の事情もあって、まあ、だからその、ゲームスタディーズの文脈になるので、そのゲーム批評というよりは、うん、まあちょっとその辺で感覚を変えたら、まあ、いらないよねっていう、だからそれよりは整理された概念の方がいいよねっていうことで入れたんじゃないかなっていう感じがします。で、ちなみに、シャレアノジマンはコスティキャンをゲームの定義にルールを含めては唯一の、ごめんなさい、ゲームの定義にルールを含めていない、唯一の論者って言ってるんですけども、これはちょっとどうだろうなっていう、感じはしますね。というのは、その、ユールは、この後2年後にやってるユールの議論だと、クロフォードの定義に対して、形式的システムっていう言葉はクロフォードは使ってるんですけども、これをルールと同一してます、ユールは。同一か、まあ同じグループに入れてる。で、まあ別にそうだろうって感じですよね。だからまあ要はルールって言葉が定義に入ってないって言っても、ストラクチャーが入ってる以上はほぼ一緒だろうっていう。構造が一緒だね。で、そのストラクチャーとルールって何が違うかっていうと、ルールっていうのはまあ目に見えてるわけですよね。その、その目に見えないストラクチャーっていうのはまああって、で、まあ、要はどこまでをルールかって言った時に、その、競技でのルールっていうと、まあ、いくらでも競技にはできるじゃないですか。まあ、ボードゲームみたいな、その、ルールブックって書かれたものだけがルールだって言い方はもちろんあるし。で、そうじゃなくって、例えばその、グラウンドの広さみたいなものもルールだし、あと、コンピューターゲームだと、ルールを隠すことができるし、みたいな、まあ、そういう意味で、競技ニューストラクチャーっていうのは当然そこまでも含むわけですけども、まあ、だからどの辺までがルールかっていう議論はまあもちろんあるんだけども、もう
まあでもこの種の議論だと別に一緒でいいですよね。っていうまあことで、まあそんなになんかそのルールが含まれていないみたいのは、まあ、ここでそんなに重くする必要はないんじゃないのかなっていうふうに思います。で、次行きましょう。内因的な意味。これはまあ、会話法維人がだったり、あとまあ、スーツだったりの、ゲームの非実利性の話です。実利がないんだと。なので、まあ、っていうことですね。うん、まあ、これもまあ、よくある定義ですね。よくあるですね。で、これが、ここで足されている理由の、一つとして、2002番の特徴、議論、このまとめだともうバッサリ切っちゃうんですけども、議論の中身で言うと非常に特徴的なのが、経済学との共通性、経済モデルとの共通性がかなり強調されています。で、コステキャンはですね、2002年版では、ゲームデザインについて学ぼうとするなら、経済学の確かな基礎を要求するとまで言ってます。まあ、ゲームデザインやりたいやつは経済学をやれって言ってるんですよ。そうかな。で、これはね、分かることは分かる。なんでかっていうと、この1994年版と2002年版の間に、コステキャン の中の変化が一個あって、彼はおそらくこの、8年の間に、MMORPG ドハマりしてるんですよ。MMORPG っていうのはコンピューター RPG の、まあ、ネットワーク RPG で、いろんな人がわって入って、そこでなんかくだらない食べようしたり、ボケてたりするっていうゲームですね。で、これに、まあ、ものすごくハマっているんですが、この MMORPG っていうのは、とりわけゲーム内経済のモデルっていうのは非常に強調されるゲームスタイルなんですよ。ああ、そうなんだ。ゲーム内で限られた資源っていうのがあって、これをめぐって、その貿易とかがプレイヤーができたりするんですよ。やりたりするんですよ。で、さらに言えば、なんだったら現金で買ったりとかもするわけです。その現地世界の方のオークション会場で、そのゲーム内のトークンが売り出されるんですよ。いや、それが変わって仮想通貨のモデルになってたりとか。なるほど。まあ、というわけで、その。経済学っていうのが。まあ、これでも、このアサシンクリードのやつ訳したんですけど、途中からアサシンクリードを RPG 的にしようみたいな話があるわけです、ね。そこでまず行われたのが、経済を入れよう。そう、だから経済っていうワードはその90年代後半ぐらいからの、特にコンピューターゲームですね、の中ではすごく重要視されている。それはエコノミーっていうと、人文書の理屈としては比喩なんですよね、生態系的な。そうじゃないです、経済そのものとして出てくる。あとはちなみにコステキャンは、ゲームデザイナーとして専業だった90年代ぐらいの半ば、まあ、90年ぐらいまでかな。で、その後、なんか参加的なポリティクスのためのなんか団体みたいなのを、なんか、に入ってそこで仕事したりとかしてて、政治団体、まあ、に近いような感じのところですね。とかしてて、まあ、割とだからそういうその政治モデルが経済モデルとか、もともと結構な興味のある人でもあるんですよ。まあ、ということで、要は何が言いたいかというと、経済のモデルを重視しますよというのを強調して、さらに株式市場みたいな例も出しているので、じゃあ株式市場はゲームじゃないのかって話をしなきゃいけないです。で、まあ、そこで株式市場はゲームじゃないというためには、この内因的な意味というのがどうしてもいるんだろう。まあ、なるほど。と、いう話なんです。まあ、経済は外因的は外因的で、ね。で、そこがないと、ほぼゲームなんですよ、経済。なるほどね。あ、そういうわけですからね。お金を儲けるゲーム。お金を儲けるゲームで、うん、だからお金に価値がなかったらそれはもう完全にゲームなので。そうだね。確かにそうだ、ね。そう。なので必要だという形です。で、最後、意思決定がなくなりました。で、代わりにインタラクティビティとストラグルが入っています。で、1994年版でもクロフォードを聞いて、まあ、パズルは性的で、ゲームはインタラクティブっていう話を、まあ、しているんですけども、コステキャンの、特に1994年版のコステキャンはインタラクティビティって言葉は大嫌いで、とにかくインタラクティビティの、ね、悪口ばっかりが出るんですよ。これ多分、バズワードだった、ね、そうそう、バズワードだった。これ94年っていう多分時代がおそらくそうで、あれですよ、マルチメディア、CD ロム、そうそうそう、インタラクティブムービーみたいな、なんかそういうのは。経済史がインタラクティブファッションで。そうそう。明らかにそういうことを。次世代機。次世代機。次世代機。94年が、そうだ、32年プレイステーション。3DO。3DO。高城剛。ハイパーメディアクリエイター。処刑しないで。そりゃ嫌いになるよっていう。まあそういうような、まあ多分コステキはもう高城剛が嫌いだったわけですよ。せめて、イーノケンジにして。だから、この2000年までの最初のケンジは、普通のゲームを作ってるのでダメです。ゲームプレイ。ゲームプレイっていうことをちょっとリスってるじゃないですか。あれもちょっとバズワードっぽかったんで。そうでしょうね。そういうことで。いや、エネミーゼロとかもっと評価されていいんじゃないですか。エネミーゼロはね、ちょっとやっぱりあれはサイレントデバッカーに似すぎてないかみたいな。
で、なんだっけ。まあ、そういう話はいいんですけど、いずれにせよ、まあ、そのインタラクティビティって言葉を使ってなかったんです、94年版では。で、ここでは、あの、まあ、まあ、旧来のスタイルの定義に戻してるわけですよね。インタラクティビティって言葉を使って。で、2002年版には意思決定っていうのはちょっと強すぎる言葉だな、みたいなことが書いてあるんですよ。つまり、チェスとか、ダンジョンズ・アンド・ドラゴンズとか、あとシビライゼーションとかだったら、このシビライゼーションっていうのは、ビデオゲームの方のシビライゼーションなので、いわゆる、その、トレシャムのシビライゼーションじゃないんですけど、トレシャムのシビライゼーションでも全く同じです。なので、トレシャムのシビライゼーションと考えていただいても全然いいです。なら、まあ、そのコアが意思決定なんだけども、もちろんそうなんだけども、しかしですね、マリオとか、スプラトゥーンとか、ドゥームとかに意思決定はそれあるけども、あるけども、そこがコアかって言われたら全然そんなことはねえので、うん、ピンボールに意思決定、まあ、アクションゲームはあんまり全面そうでしょ、うん、アクションゲームを取り入れたかったということではないの、アクションゲームを1994年版ではアクションゲームも意思決定のゲームはつけるんですよ。まあそうなんですけど、その頃そんなにだからアクションゲームに興味なかったんじゃないですか。こっちはあの2002年版って見るとデジタルゲーム、ビデオゲームばっかりで、そうそうそうなんです。だからこれはそのやっぱりこれも媒体の違いだと思うんですよ。結局1994年版で何の話をしているかというと、意思決定一定のゲームの話をしてるんです、うんうん、ほぼ全面で。それはまあ、この雑誌が RPG 雑誌だからっていう話がまあ強くて、一方で2002年版って、まあ、さっき言った通り、ゲームスタディーズの学会の、の機構なので、まあ、だからビデオゲーム全般の話をしたいわけですね。では、まあ、ゲーム全般の話をしたい。ということで、まあ、その立場の違いがかなり多分ある。でまあ、ということで1994年版では要は意思決定のゲームの話だったわけですよ。ここからまあ言えるのは、で、2002年版はまあ逆に言うとそうではないと。でその代わりに、いやそれでもまあじゃあなんか代わりになる概念がやっぱり必要だと、まあ、なんか悩ましさみたいなものはまあやっぱり あるべきで、とか、あるいは悩ましさじゃないとしても、そこに何かがあるべきでっていうので持ち出してきたのが、その、ソストラグルっていう概念を持ち出してきた。苦労はしてるでしょと。別に、意思決定はしてないでしょ、マリオで。なんか大変、大変ですよ、ね。まあ、大変じゃなかったらやる気も起こらんだろう、ね。起こらんだろうみたいな。で、この議論は、実は、これもやっぱりちょっと古い議論で、と思うんですよね、個人的には。いわゆる、ユールがいいところのカジュアルレボリューションという概念があって、ゲーム、ビデオゲームの、2010年以降、まあ、あんな感じのゲーム。あれゲームじゃってるじゃないですけど、あこういう感じでやるゲームの世界で、はい、なんか苦労とかいらんくねみたいな。なんかまあ触ってなんかぼーっとなんか触るだけでなんかが起きてた方がよくねみたいな、そういう考え方が出てくるわけですよ、ここから。なので、まあ、これはだから2000年代、2000年代的な議論だと思うんですけども、まだそういう概念がそれなりメジャーではなかった頃の。でもまあ、とりあえずコスチキャンはそう言っている。で、で、まあ、そうですね、という話です。で、インタラクティビティという言葉への嫌悪は2002年版では消えたわけじゃないんだけども、もうちょっと何が嫌いだったのかがはっきりしてます。もしゲームがインタラクティブな娯楽のサブセットだったのだったら、どういう形式のインタラクティブなエンターテイメントが我々の言うところの定義から外れるのか。つまりゲームじゃないんだけど、インタラクティブなエンターテイメントというものは一体何があるのか。彼が言うところでは、価値のあるものは何もないですと。つまり、ゲームじゃないインタラクティブな娯楽っていうのは全部クズだってことを言ってるわけです、彼は。具体的には何を、具体的にはですね、だからその、ハイパーメディアクリエイター的なことを言ってるんですよ、これは。だから94年頃に流行ったなんかマルチメディア の CD ロムで、その普通の映画なんだけれども、そこであるところで止まってリモコンで、こっちに行きますか、あっちに行きますかみたいな A と B で選択できて、で A に行くと何かが起きて、B に行くと何かが起きてみたいなゲームっていっぱいあったんです。言ってゲームじゃない、そういうようなものがいっぱいあったんです。インタラクティブがあるが、ゲームではない。ではない。まあだから、ハイパーメディアクリエイターっていうのは、ある芸能人と結婚した人のことなんですけど、それはそういうので売り出していて、ただ、実際のところ、半分ぐらいアダルトなんですね。はい、半分っていうか、ほとんど。うまくいってる例ってなんだろう、アクアノートの休日とか。アクアノートは、まあ、そうしたら、そういう、ぼーっと眺めるタイプの、ゲーム、まあ、あれはだから、その、後の、そういうなんか、カジュアル革命的な要素がかなりあったというか、その頃でも、マンホールとか割とそうだと思うんですけどね、そういう、その、なんかまあ、だからまあ、当時からなかったわけじゃないんだけれども、やっぱり彼はそういうのが好きじゃなかったんじゃないですかね。
そういうのって今でもあるんですか？ありますよ。ありますあります。の需要は高いんですか？例えばそのだから今言ったその A と B みたいな話ってあるじゃないですか。で当時これがつまらなかった。正直言えば選択肢が少なすぎたっていうのがすごく大きいと思うんですよ。で、まあ例えば、有名なゲームで言うとデトロイトっていうゲームがあって、まあ基本的にはあるとこまで行って A か B かみたいなゲームでしかないという言い方もできるんですけど、この分岐が、ものすごい多いんですよ。ほとんど無数っていうぐらいあって、で、それぞれの分岐について、後でゲームプレイ終わった後で、で、A を選んだ人 98%、B を選んだ人 2% みたいなのが出てくるんで、これはまあ構造としてで、まあ形式的に言っちゃえば全く一緒なんですよ。それは何を目的にゲームしてる？これはだからインタラクティブムービーなので、映画とか、だから自分はそのこの主人公に何をさせたいのかみたいな話からまあ出てくるわけですけども、でも最終的に目的というのが、その、ゲームによって決められてるわけではなくて別にない。なるほどね。という意味において、まあだから、その、おもちゃっちゃおもちゃだし、ゲームじゃないというわけじゃない。まあ、インタラクティブ R が、なんていうか、ゲームとはじゃないと。2014年版、やっぱこれが意識されてる感じがありますね。うん、今、原文と照らして見てますが、うんうん、インタラクティブハンター2号なんだ、これ。うんうん。はい。うん。で、まあ、というわけで、まあ、いろいろその、まあ、あるんですけど、まあ、彼はこういう、そういうものが嫌いなわけですよ。で、さらに言うと、もっと重要なことがあって、じゃあ、なんで、その、インタラクティブなエンターテインメントみたいなことを人々が言いたいのかということを彼は言ってて、これはなんでかというと、要はゲームって言葉を連中は使いたくないんだってことを言ってるわけですよ。これ面白いですよね。どういうこと？つまり、ゲームは明らかにインタラクティブなエンターテインメントじゃないですか。だから別にゲームっていうのが、まあ、だから要はゲーム万歳みたいなことを言えばいいのに、彼らはそういう90年代に流行ったそのバズった議論の中ではインタラクティブなエンターテインメントみたいなことは言われるけれども、ゲームとは言われなかったんです。それは低俗だからですよ、ということなんです。ゲームのこと低俗なものが、のことを言わないでインタラクティビティを商用するために持ち出されたクソワードだということを、まあ、コスキャンは言いたかったわけですよ。実際 3DO とかっていうのはインタラクティブなものとして、だって NEC でしょ。3DO は違う、松下です。あ、松下、失礼。NEC は PCFX。あ、そうです。PCFX か。まあいいや。松下はだから、松下電器が出してるから、それは新しいメディア体系ができるものですよ。実際そこのクリスターである E の権利とか、ハイパーメディアクリエイターっていうのは、いわゆるゲーム作家っていうよりは文化人として、売り出されたわけです。E の賢者は、もうちょっと前には普通の面白いゲームを作ってるので、あんまりなんていうか、その文脈で。ファミコンね。作ってるので、あんまりなんかその文脈に載せるのどうかなって思ってたんですけど。D の食卓とかも。まあ、D の食卓とかは、まあそうですね。まあ、というような話。まあ、だから、要はそれが嫌いだと、としてきたのは。なので、まあ、そういうような話をしただけで。まあ、だから、あんまりなんていうか、別にインタラクティブって言葉自体がどうこうって本当はないんじゃないか。D の食卓っていうのは全体がムービーなんです、完全に。1時間でクリアしなきゃいけない。時間制限もあって、割と緊張感があるんですけど、こう、一応ゲーム性もちゃんとしっかりしていて。まあ、それはいいや。で、まあ、ということでですね、まあ、だから、インタラクティブなエンターテインメントとか芸術を成し遂げることは可能なんだけども、それはつまりゲームなんだということを彼は言いたいわけです。で、ところで、1994年では2002年版でもゲームはパズルじゃないという主張は一定の重要性があります。これはクロフォードとコステキアに特徴的な主張なんですが、なんでかというと、コステキアにおいては、つまりインタラクティビティにおいて、芸術形式としてのゲームっていうのは重要というか独自なんだということを彼は言いたいわけですね。だからその芸術形式っていろいろあるじゃないですか。映画とかそうだし、美術もそうだし、小説もそうだし、みたいな、その中でゲームっていうのが特徴的な芸術形式だってことまで彼は言いたいんですよね。単に芸術って言いたいわけじゃなくて。で、そのためにそのゲームの独自性として重要なのは何かっていうとインタラクティビティなんだっていうことをまあ彼は言いたいので、だからそのパズルを外したいわけですね。その意味において。パズルっていうのはまあ、スタティックなものなので、ある意味では直線的と言えなくもないですから、ね、その、小説とかと同様。まあ、逆に言えば、だからこそパズルは早い段階からその批評の語彙が積み上がってたとも言えるわけですね。まあ、でそれがまあ最終的にさっき出てきたパズルの基本の語彙っていうのはゲーム&パズルのこと。ああ、じゃなくて、それこそだから図工とかあるじゃないですか、説明将棋の。
まあだから要はそのあれってのはその干渉する干渉する対象としてのパズルっていうのはまあ昔からあったわけです。あの遥か昔からあったわけです。だから芸術性はパズルが高いっていうか高いやつは芸術に馴染む、ね。まあ芸術っぽいんですよ、ね、パズルの方が。あのサッカー性も全然。サッカー性も全然。で彼はだからそうじゃなくてゲームの、うん、あのその芸術性ってことを言いたいわけなので、うん、だからあえてパズルを外してるわけです、ね。うん。だからやりたいことはわかるんだな。でだからそこで民主的なそのアートフォームって話をもあったりはしたわけですよ。まあというわけで、まあだからインタラクティビティってまあまあそういう理由で重要だというのはまあおそらくいうことです。で、まあそうでもあるにもかかわらず94年版にはインタラクティビティって定義がまあ入ってないわけですけれども、まあなので、じゃあどこにインタラクティビティが94年版に入ってきたのっていうのはまあ意思決定の中に入っているというのはもちろんあると思うんですが、トークンと資源ってところにも当然入っていると思います、という話もちょっと書いてます。ホステキャンは電気のスイッチ、っていうのはインタラクティビティって話をしてるんですよ。あ、まあそう、まあスイッチを、物インターフェースがあってフィードバックがで、つまりインターフェースがあってフィードバックがあればインタラクティビティなので、これっていうのはトークンと、リソースなんですよ。だからまあそこでトークンとリソースってのはまあインタラクティビティだって言い方ができるわけです、ね。見やすくなります。見やすくなります。スイッチとインターフェースと電球で資源みたいな。なるほど。これってあれみたいですね。あの井上さんの作った節電ゲームみたいな話。ああ、はいはいはい。まあまあゲームにもできますよね、もちろん。てかまあスイッチってゲームありましたよね、確か。です。で、最後、です。1994年は後半の魅力あるものにする要素っていうのが、実は、今回の議論では触れてないんですけど、94年版にもその、ゲームの定義とは別に、後半でゲームをどういう要素が魅力あるものにするんですかみたいなのが書かれてて、で、2002年版でもそれもあるんですけども、2002年版では、94年版ではコスティキャンが自分で考えたその要素が列挙されてるんですが、2002年版では人の議論が、取ってこられてます。マーク・ルブランさんっていう人がいて、その人が作ったそのゲームのプレジャーの8要素っていうのがあって、それをまあそのまま紹介する形に置き換えられてます。まあ、別にまあ自分であえて書かなくてもみたいな感じつまんなくなってますよね。つまんなくなってます。これは前の面白い。というのはまあ前の94年版って戸籍の主張なので、やっぱり主張っていうのは面白いんですよ。特にこういう画が強い人も主張は、ね。で、2002年版のマーク・ルブランさんってゲームデザイナーだったから、でもまあどっちかっていうとそのゲーム学者的なニュアンス強い人として有名な人で、まあだからおとなしくなってるんですよね。尖ったところ。尖ったところ。基本的にはこうなんかきっちりしてるのかもしれないけど。確かにね。うん、だけどねみたいな。で最後です。よくあるよね。うん、まあよくあるですよ。で最後よ、その他の目につく違いです。シムシティへの評価が大幅に上昇修正されています。94年版の議論で、まあ、シムシティっていうのはなんとなく聞いたことがあるという話なので進めちゃいますけども、ゲームじゃないのでつまんないって言い方をしてたんですよね。うん、なんだけども、2002年版ではそこのは撤回されてます。確かにゲームじゃないんだけれども、シムシティは、目標をプレイヤーが容易に定めることができて、いろんな目標でいろんなプレイができるので、まあ、いろんなゲームを生成するジェネレーターとして優秀だと、そういうような言い方に変わってます。ゲームとどこが違うんだろうって、なんか、いや、だから、勝利条件をその場で決める。自分で設定するかっていうことは、それはゲームじゃないのかね。だから、プレイシング、なんか、おもちゃなんですよ。だから、なるほどね。だから、良いおもちゃですという言い方になってる。なるほどね。なかなか微妙なところ、ね。微妙なところです。微妙なところです。で、てかまぁ、こういうくくりをしているのはコスティキャンぐらいという言い方もできるので、シムシティに関しては。いや、まぁ、ウィルライトもまぁ、おもちゃだとは言ってるから、本人もまぁ、そういう、あれですけど。で、シムアスへの低評価の、理由が変わりました。で、シムアスの2002年版におけるシムアスへの悪口は、トークン云々じゃなくって、要はその目標を生成できないと。だから、ガングではあるんだけども、そこからゲームを作れないじゃないか。ただ見てるだけじゃん、結局、みたいな。だから、シムアスっていうのとシムシティっていうのは、そういう差があるんだ。あるみたいな。あ、まあ、あるみたいな。シムアスで、あと、まあ、ウルティマオンライン、これ97年の MMORPG、まあ、さっき言ったような、多人数である RPG ですね。以降、まあ、MMORPG が一般化したので、MMORPG が例としていっぱい出てくるんですけれども、ローン自体にもいくつか修正が入ってます。多分、シムシティへの評価の変更はこれが理由だと思います。セカンドライフ的な評価ってことですか？ですね、いや、だから、MMORPG ってオープンエンドじゃないですか。TRPG がそうである。
でその目標は自分で定めて遊ぶゲームなので、特にウルティマンラインめちゃくちゃ自由度高かったから、俺は鍛冶屋で生きていくところもできたから、うん、なるほど。まあだから、でもまあ、こっち的にはドハマりして、うん、だからもう、いや、シビライゼーションの方が面白いじゃんなんて言えないわけですよ、彼ら。なぜならウルティマンオンラインドハマりしたから。ウルティマンオンラインって PK がすごく多くなって。って言ってますね。それもなんか、2000人まで触れられてますね。なので、これはウルティマンオンラインよりエバークエストの方がいいんだけどな、みたいなことが書いてあります。で、あと、2002年版でエコシステムとか経済モデルの元気が重要なものになってますが、これはさっきのおそらく MMORPG にハマったからでしょう。あと、自己表現っていう分類が、これはマーク・ルブラの、による分類なんですけど、プレジャーの分類の一個なんですが、ポスティキャンがこの要素を2002年版ではまともに取り上げられています。で、これもおそらく MMORPG のが理由でしょうね。これは94年版で、コンピューター RPG、RPG じゃないと。これは自己表現ないって言ってたんですけど、はいはいはい、これ2002年版で、デウス X はいろんなそういう言い方ができるから、そうそうそう、これは自己表現だ。おそうそうそう、なんだこれは。そういうの自己表現っていうのはな。プレイスタイルを変える。なんか俺は例えば、デウス X って、例えばビルに忍び込むのを真正面から言ってもいいし、なんか忍び込んでもいいんですよ。そういうなんか、プレイスタイルがいろいろ変えられるっていうことを多分自己表現みたいな感じにしてると思うんですけど、そこまで言えるか。それはなんか柔軟性の話はまたちょっと別じゃんみたいな感じしますよ、ね。ここまで丸くなるのみたいな感じが。あと、94年ディプロマシーがあって、はい、そこに書いてあるけど、交渉をすごい大事にして、これってマルチゲームでしょ、マルチゲームの構造がとても大事で、でこういうものはもう今後ネットワークが流行ってくれば絶対流行ってくるって言ってるじゃないですか、はいはいはい、2002年版だとそもそもマルチの構造自体が消えてるんで、消えてますね、うん、これはどうなのっていう感じ。確かにです、うん、そう、だからバーストマルチ、なんか、まあ、本当のいっぱいマルチみたいな、すごいいっぱい多人数マルチの話はしてるんだけども、数人マルチの話は消えてるんですよね。うんうん、だからまあ MMO ってマルチであるけど別に戦ってるわけではないし、うん、まあ、世界の中に社会よ、まあ、社会の中にみんなでいるよみたいな感じで、ディプロマシーみたいなネットゲームってはほぼないわけですよ、うんうん、だからそういう意味じゃ予言が全然当たんなかった、まあそうなんだよね、うんうん、これはちょっとなんでかなっていう感じで、3人以上のビデオゲームって俺の知る限りね、ろくなゲームがないんだよ、うん、確かにね、三陣営以上ね、三陣営、そう三陣営、確かに、うん、ビデオゲームね、で桃太郎電鉄は、まあ、パーティーゲームではある。パーティーゲームならあるね。てか、桃太郎電鉄は、まあ、ビデオゲームとはいえ、ボードゲームですからね、あれは。だから、マルチプレイ三昧でやられてたでしょ、昔。で、ボードゲームとして見たら、別にそんな、なんていうか、あれじゃない、パーティーゲーム。まあ、昔だったでも、あれやっぱりバリエーションが多いのが面白いんじゃない？いや、まあ、だから演出面白いですよね。演出面白いです。だから人生ゲームとかと同じじゃないですか。人生ゲームなんとか版とかとか。いや、人生ゲームと比べたらさすがに。まあ、さすがに。最新の人生ゲームは、コンピューター版の人生ゲームは演出派手ですからね、結構。ああ。だから疑問が90、この後95から2000年って多分ユーロゲームバーッと来たでしょ、はいはいはい、それから、そこからビデオゲームに波及っていうのは本当見られないと思うんですよ。まあなんか割と違う世界のものとして考えられてますよね。桃太郎電鉄の面白さってカードじゃないかと思うんですかね。カードやっぱ日本全国といろんな場所で、まあカードも。紙気分。そう、紙気分がいいんじゃないの。売れてるのはそこでしょうけどね、うん。ゲーム的には別にそれって。うん、それこそね、ビデオと同じであって。で、まあ、というわけでですね、まあ、1994年版って、まあ、単純にゲームの正義論、こんなもんじゃ結局なかったわけですよ。あ、まあ、いろんな、なんていうか、マニフェストがあり、まあ、目的があったんですよ。だから、ゲームって芸術だっていうのがまずあって、で、そのために、そのゲーム、意思決定のゲームの、役に立つような批評的な動いてを積み上げたいっていうのが、まあ、まあ、まずあって、で、そこから逆算して組み立てられてるとは、まあ、2002年版対象的な目的があるという。そうそうそう。だから今、インタラクティブファンタジーだと見ましたけど、作家性の強いデザイナーがいっぱい書いてる、ロビン・ローズ。もともとそういう場所だったしってことですよ。なるほど。で、分析ってアナリクス、分析とかがメインだ。うん、やっぱりその、サポートの中にある。まあ、批評だよね。だから、ほぼ4号しか出てないけど、ほぼ批評誌。うん、っていうか、こう、学術誌みたいなもん、うん、ほぼ。で、まあ、ということで、まだ定義として素直に見ると変な定義なんですよ、これは。なんだけど、なんかまあ、そういうものとして見るべきっていうのが、まあ、1994年版だったんですが、2002年版は普通の定義論です、これは。そうだね。うん、前の方が面白い、ね。まあ、面白い、この紹介では前の方が面白い。ただまあ、学生に読ませるなら、まあ、なんていうか、こっちもないからっていう、まあ、ゲーム定義として。こういうのは、もうある、あるから、
あるがいいねって言わないで、こういうふうに差分を研究して、あれこれ議論するっていうのが正しい使い方。なるほど。何がこれ彼をそうさせたかを、うん、勃起の面もそうだけど、やっぱり才から自分の意見を引き出させる。ああなるほどね。学問的手続きとして。なるほどね。でも昔でももう自分のサイトから消しちゃってる。消しちゃってるんですね。もうこっちしかないんですよ。これしか今しかないんです。これ読めばいいってことだ。だからあれか。あのインタラクティブファンタジーのバックナンバーを買うしかないですか。いやネット上でね手には入りますよ。それは私も持ってる。手には入るんですけど。全部持ってる。それってでもちょっとね大きな声で言えない。まあちょっと大きな声では言えない。でも私がこれ思ったのは、まあ要は澤田さんがこの2002年版からバーバー秀和のマスタリング講座は生まれないであろうっていう、まさにそれであって。馬場さんはやっぱり自分の講座を英訳してコスティカに送っとくべきでしたね。あ日本のこうこれって冬の時代のスキャルピー全集が全部潰れた時にそれは成りきりっていうのが流行っていて、で要はアニメみたいなゲームをやりたいっていうのは根本的に閉じてるわけですよ、うん、あのその外部のとのインタラクションってないから必要ないから閉じてるっていう議論であって、だから国産ゲームなんてやらずに海外ゲームを輸入してプレイしろっていうことを強く主張したわけですけど、うんまあ、それへのクラッシュみたいなものが過剰に出ているっていう状況なわけですね。それはプロもやってるんだけど、うん、そこで日本の市場に期待しないで、うん、あのむしろコスティキア要はほらインターネットでこれやってるわけだから、うん、英訳してこういうのを書いてみましたって言ってやってインタラクションしていくっていう方が良かったのかなって気ました。そのコスティキアへのフィードバックという今からでもできないですか。馬場さんがないでしょうけど、馬場さんがもうそういうことをやりたくなくなっちゃってるから。当時、日本で訳されたの96年くらいぐらいくらい。これ読んだ方々、どのくらいの影響あったんですか。お母さんもその後、2年後くらいに大学のロープレ研とか。いや、もう、とてつもない影響ありましたよ。おうおう冬の時代において、だから、スクープス RPG とか、うん、これがね、リンクしたとこですね。馬場秀和の講座って、ニフティ自体が、やってなかったけど、まあ仮想的ですね。僕と横山さんいた健康堂とかでも目の敵にされてたし、ね、合わせたのサークルで。だってそう、ここから論を引いたりすると、すっごい嫌な顔をされる。叩かれる。誰に叩かれるんですか。だから、いや、叩かないんだけど、うん、はいはいみたいな。はいはいもあるし、いや、そういう話したくないからとかっていう、気が下がる、書くの。へぇ、まあ、要は難しい話したくないみたいな話。うん。こう難しい話をして、まあ、ついてこれないやつはゲームする意味がないよみたいなマウンティングに使われるんじゃないかと。あ、その警戒感から、もう、まあ、ほぼタブー視されて、我々の世代は。そうですね。は、うん。僕は RPG をメインでやってるようなサークルでそういうことが起こった。だから RPG の中でのメインにやってるサークルっていうのも一つのレイヤーがあって、ソードワールドとかやらない人とかと海外ゲームの魅惑のやつやる人とかっていろいろいたわけですよ。大体魅惑の人の方が詳しくて、まあ、あれこれ言ってくるっていうので、こうマウンティングされるんじゃないかっていう話になるわけですよ。でこの辺の話がやっぱりそのなんていうの、日本の RPG の論、商業の論壇が雑誌が全部潰れてなかったっていうことで、こうすごく浮いてしまったんですよね。だからカウンターのものがフィードバックは、何もなくたって全部滅びた時にウェブっていうのが一つの 手近な情報源だったわけだけど、まあ、そこだよ、これヒットするわけですよ。うん、新しく入ってくる新入部員に馬場信者がいるらしいとかってみんなで喧嘩してきたりそういう空気でした、だから馬場秀和のマスターリング講座って結構長い連載でいろいろと脱線したり逸脱したり、マンション管理 RPG はどうとかコンビニ RPG はどうとか、でもコンビニ RPG はねコンビニで原曲出たからやっぱり、あちょっとすみません、はい、そこ訂正なんですけども、はい、馬場さんの著作ってマスターリング講座っていう、ああ別々ね、別に馬場秀和の RPG コラムっていう、そうそうそう、その馬場秀和の RPG コラムシリーズも第1シリーズと第2シリーズがあるんですよね、で第2シリーズになるともうほとんど馬場さんのなんていうか私生活の話、そのアマチュアエッセイストとしてのなんていうか、その耐久実験みたいな感じで、普通に文章としては面白いんだけど、もはや RPG の技巧なのかっていうのが分からなくなるところなんですけど、まあ、そこがね、ちょっと読み解きづらいっていうところでしたね。
だから、はい、ハイアートについて語ってるかと思えば、どん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 通俗的になってくるんですよ、つらい的に。という形で、しかも経済を認めるためには結構こうネオリベ的になってくるんですね。だから結構がっかりな感じだってあったんだけど、こう。岡田さんの馬場さんの第2シリーズ表とかがあんまり、その辺がコラム誌時代の話はそこまで魅力的でなかったってことですか？まあ、僕はどっちかというとメガトラベラーとかトラベラーニューエラーとかの記事の方が全然好きだったから。はい。それはもう完全に90年代中盤の記事ですね。そうそうそう。2000年代に入ってからの、ああ、だからその辺のね、萌え萌えとかは、まあ全然ダメだったね。あの、時系列もすごい混乱した状態で現場に入ってきたんです。多分そうでしょうね。うん、あの、プリン、なんだっけな、大学の PC 室からバラ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 ってプリントアウトしたのを、ラウンジに持ってきてノートに挟んで。もう完全にそんな感じですよ。そうそうそう、誰かがプリントアウトして持ってきたんですよ。だってそうして挑発的な文章だけ赤字で引いて突っ込んでるとかやったじゃないですか。うん、そうそうそう、それもあったんです。あったのであろうと。全体的にでも空気は下がりましたよ、この一連の議論で。RPG 雑誌がなくなっちゃったので、他に読むのがないんですよ、結局。だから、かなり、かなりエリート主義的な議論に移ったわけです。あの、英語読めないと。そうそう、英語読めないとダメだ。いや、あれはね、まあ、反発はしますよね。だって別に、ババキデカズはスペイン語読めるわけじゃないですからね。だから、本当は、インタラクティブファンタジーのやつとかをちゃんと訳していって、でもこれ学術的な発想なんですね。学科の発想なわけですよ。それをちゃんと体系的に紹介して、こうそれを出版してみたいなことの方がいい。多分。あ、ちなみに その補足なんですけど、あの、うん、今公式で公式案の第一を紙で読めるものとしてやっぱゲームデザインリーダーがあります。あ、はいはいはい、そうです、ね。サイアンドジマーマンが2006かな、うん、に出したやつ。6年ですね。だからそうですね。その中に、うん、あのワンオブゼンとして公式案の第一議論があの紙で載っていて、そこでインタラクティブファンタジーの再形版が載っています。あのコスティアンのこの最初の論が載ったインタラクティブフィクションとか、はい、あのそういういろんな RPG の批評誌ってあったけれども、その90年代頃ね、はい、まあ、90年代前半ぐらいに、それで今ちょっと私も調べてるんですけど、あのリー・ゴールドさんの A&E ってあったじゃないですか、アラアラム&エクスカージョンズっていう。あったじゃないですか、ね、反応できるのは高橋さんと岡田さんしかいないです。わからない。我々は全く反応できない。それって90年代も生きててさ、あの、そこでも議論って行われてたはずなのよ。そこでこういうゲーム議論の中身みたいなものに誰かアクセスある人っているんですか？私わかんないです。高橋さんと岡田さんがそこで首を縦に振らなかったら誰もいないですよ。わからない。あ、本当に。そうですね。岡田さんがわからなければ無理かなっていう。影響力自体も A&E って90年代にはほとんどなかったとか。どうなんでしょうか、ね、あの、ロブ・ハインソーが90年代の、A&E を代表する。ロブハインソー、そうだ、そうなんだ。出身、確かそうじゃなかった、はい、へぇ、いや、ちょっと待って、ロブハインソーって D&D ポーズデザイナーね。あの、僕は結構好きだけど、あの、なんか評判悪いですね、フォースね。割り切ったデザイン。そう、A&E 出身だったら、ね、はい、ちょっとこの、ホースティガンの話がそもそもそのなんていうか、80年代末から90年代前半の、はい、英語圏におけるその、なんていうか、RPG 含む、アナログゲームデザイン批評っていうのは、どういう立ち上がり方をしてたかっていう、はいはいはい、そもそもでかいテーマと接続するよねっていう。あの、RPG 批評って、この前、その、ここでデザラズについて発表したときに、すいません、さっきホワイトワーフっていうのは嘘で、アレスマガジン、SPI の雑誌。あ、アレスですか、はいはい。そこで書いたって話をした。そういう、こう、あの、コレクトクリティック的にですね、バラバラになってる批評を探して、立ち上げていくみたいな作業があるわけですよ。うん、必要なわけですよ。A&E はロブハインソー、やっぱ90年代に書いてます。ロビン・ローズ、ジョナサン・トゥイートとか、結構あの、ウィザーズの D&D 第3版のグループは A&E 出身。はい、出身って言っていいのかわかんないけど、関わりあった人が多くて、コスキアンも A&E に何か書いたことがあるらしいんだけど、それが何かは、これ、アラムズ&エクスカーション。アラムズ&エクスカーション。はいはいはい。ウィキペディアにすらある項目がある。これ全然知らなかった。
ゴールドさんがね、何ヶ月か前にね、500号 YouTube に出たのよ。知らなかった。この辺りは鉱脈ですね。私はオールドスクール。ここで何が行われてたのかを同時期に、はい、その情報を持ってる人はまあとりあえずいない。いや、多分日本でいないと思う。はい、聞いたことがない。うん、まあ、その日本でもなんかダンジョンとドラゴンをね、なんていうか、それぞれ原書で読んでいろいろ言うみたいな人はいますけど、ここまではさすがに少ないんじゃないですか。ダンジョンとドラゴンとか言ってるやつ適当だからな。なるほどね。本当に、ね、日本のほら SF ものでさ、APA の知識ある人とかもいないんだよね。シンパティストもいる。APA って何ですか？そうか。アマチュアプレスアソシエーション。アドバンストファンタズマドベッチャー。そっちの人。なぜその文脈でってのは、そうではないですよ。もちろん違いますよ。そのね。はいはいはい。90年代ってシミュレーションゲームの議論とかはどうだったんですか？シミュレーションゲームっていうのは90年代前半ね、うん、90年代っていうのは英語圏ではやっぱり台頭してるんだよね。じゃあっていう議論で、だからユーロゲームと入れ替わる前夜じゃないですか、うん、90年代の前半って。その頃のそのあたりの議論ってどうだったのかなっていうのは、うん、だコマンドマガジンとか、まあ、日本の話になっちゃうけどできたのっていうのはあれでしょ、タクテクスとシミュレーターはなくなったからね、簡単に。いや、だからまあ、日本だとそういうのがあって、で、日本だとユーロゲームの需要って、言論の場所だと、てか、シミュレーションの分野からの移行先としてはだいぶ遅れるじゃないですか。どっちかっていうと、その安田仁さんとかが、RPG の文脈からの移行、まあ、私はもう完全にそうですけど。電撃アドベンチャーとか紹介してたから、ね。っていう文脈の方が流れとしては遅れる。シミュレーションの人はね、あんまり近寄らなかったって。ただまあ、人によるけどね。やりますよね。でもウッズのユーロゲームとか見るとアメリカだとどっちかというとシミュレーションから流れてるんですよ、ね、あれはちょっとだから読んで意外な感じでしたよね、だからヒストリカルマルチとか意味もあるじゃないですか、うん、そうそうそう、てかまあアランムーンが完全にそういう人なわけで、まあヒストリカルマルチから流れてくると見えた。あ、でも多いでしょ。てか、まあ、SF ゲームから流れてるっていうのが実際のところだと思うんですけど。で、なんか、その、言論的にも、まあ、特にシミュレーションゲームの人たちって、まあ、言論が、まあ、かなり書くじゃないですか。うん、もっと。だから、なんか、その辺ってどういう感じで、なんていうか、あったのかな、みたいな、ちょっと気になりますよね。ボードゲームの人って書かないですか、書かないですからね。そこで言えるのはですね、ダニエル・バッケ、読まれたことある人いるかちょっとわかんないんですけど、2000年代前半ぐらいに、まあ、なんていうか、その RPG 系の人の批評をどんどん単行本化していく、その、まあ、特定の出版社がいまして、これなんだっけな、出版社かな、今ちょっと Amazon リンク貼ったんですけど、手にしか、ダニエル・マッケのような2000年代前半に RPG の評論的なことをしている人が、いろいろ雑誌のリソースも含めて、参照してるらしい、っていうのを見てるんですよね、うんうん、で。この人たちが今言ったような、横山さんが指摘したような、議論一部、引いて英語で議論している可能性があるなと、ちょっと思っており、まあ、こういうところから、ちょっと、もし探りを入れたらいいのかなっていうような目星だけついてますという。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、まあ、評価のところで締めていきます。あ、はいはい、そうですね。まあ、途中まで触れましたけども、というわけで、まあ、1994年版はそんなもんだったんですが、2002年版では、まあ、そういう部分が、まあ、もう、軒並み抑制された態度になってるんですね。言われて口はまだ悪いですけど、ていうか、まあ、学術論文として見れば、口はかなり悪いですが、まあ、それでも抑制はされてるんですよ。で、中身はもう完全に普通の定義論ですね。本当、それも本当な定義論です。クロフォード、ホイジンが、カイオワスーツあたりから、まあ、なんていうか、それぞれを部分的に受け継いでいるような感じで、それこそだから、フランス・マウラも、学生に思わせる教科書で、この、ね、コスティキアの論文を読みなさいねって安心して言えるようなものになっている。で、リエールが、まあ、2006年に、ハーフリアルで定義を、自分の定義をもう作ってるわけですが、それとの比較をして、
してみたときにどうかっていう感の、まあ、見たときでも、コシティキャンには、まあ、その、卓上 RPG をゲームに入れたい。で、パズルをゲームから外したいっていうモチベーションがあるので、まあ、こうしてるんです、みたいな。まあ、それだけでほぼ際は説明できるぐらいの際しかないんですよ。ということで、まあ、なんていうか、普通に、まあ、マットな定義論なんですね、これは。で、あと、まあ、1994年では突然の攻撃みたいなのが、まあ、いっぱいあったわけですが、とりわけインタラクティビティへの攻撃の理由がなんでみたいなのも、まあ、理由がわかりやすくなっている。1994年、まあ、だって本当になんか、インタラクティビティなどは攻撃してやるみたいな、なんか謎のところから始まってて、これはなんだみたいなのが、まあ、あるわけですが、まあ、2002年版では、まあ、こういうのは気に食わないと、まあ、はっきりしているので、まあ、その意味でも読みやすい。94年にリアルタイムで読むと分かった。分かったんでしょうね。うん。まあ、というわけで読みやすくはなってるんですが、意思決定のゲームの制作に役に立つことっていう、その1994年版の目的があったわけですけども、その観点で見たときにはちょっと使いづらいものになってるんじゃないかなという、2002年版の方が、まあ、つまんないぐらい。つまんなかったですよね。うん、まあ、なんか、まあまあ、わかりました、わかりました。まあ、それでもね、苦闘だとかね、うん、そういう単語が出てくるところがなかなか。まあ、そうですね。それでも、なんていうか、その、いわゆる学者論文的なきつさはないですよね。じゃないね。ないですけど。うん、ただまあ、その94年版みたいな、その、いわゆる熱狂と、なんでしょうね、反発みたいなものは、まあ、だから味ビラみたいな。なものではなくなってますね。まあ、どっちかというと残念ながらといった方がいいかもしれない。でも、いろいろね、論点として面白い。面白いは面白いですよ。まあ、まあ、なんていうか、別によく書かれた議論だとは思うので、どちらにしても。まあまあいいんですけどねという感じで。ああ、なので、我々ニューゲームゾーダーはこの後そのフランスマフラーの教科書の翻訳をする。教科書の、まあなんていうかサブテキストとしてはやっぱりこっちの方がみたいな話で、まあどうしてもなっちゃいますけどね。まあ教科書っていう性格が違うからね。読み物として面白いのを書くのが仕事ではないですからね。ただ一方で、その第一論の方は明らかにもう注釈がたくさん必要になっているものでもあるので、辛いな。再紹介を日本語圏でやるのは辛いなと。まあそうですね。これはこういう背景があって、みたいな話をいろいろやんないといけないですからね。そうなんですよね。アジビラの紹介は難しい。そう、アジビラの。